はい、ワドツです。2018年、2月の4日3時31分です。よろしくお願いします。ちょっと今ね、ドレさんのコラボ枠に上がってたんだけど、ペニーさんのことでね、気になることがあったから、ちょっとペニーさんの卒マチやってみようかなと思って。なんかこう、桃太郎さんと、ペニーさんが揉めてたりとか、ドレさんとペニーさんが揉めてたりとか、なんかツバニャンとペニーさんが揉めてたりとか、なんか揉めてるけど、どうなるんだろうなと思って。なんか、ちょっと本人の話を聞いてみたいなとか思ったんですよ。ペニーさん本人の。ちょっと待ってみようかなと思って。みんなは知ってるの？なんでこんなにペニーさん揉めてるのかっていうのは。なんでこんなに揉めてるの？聞いてた？ありがとう、ありがとう。ドルさんの枠みんないたんだ。こっちに流れてきてくる。なんかごめんね、なんか誘導みたいに。ありがとう、URL。ほうほう、第2回。ほう。ペニーさんが訴えた形なんだ。カーキ色の血のパンで入廷。つまにゃんが代理人、所定の位置に着席。情報確認。17課サポートの5万円全て解消していかがなものかと思います。対価を払うべきだと思いますが、原告が被告にいくらぐらい？ 5000 円ぐらい。十何日間サポートしてもらった。なんだ、突然ペニーが声を荒げ。ペニーだけど、ペニーさん、電話でお話ってできます？ペニーさん。もし、お忙しかったりとかしたら、後日とかでもいいんですけど、なんか、ドレさんと話してて、なんで揉めてるの？ってなって。で、僕、ドレさんと桃太郎さんの話は聞いたんですけど、なんか、ペニーさんの、なんかもしよかったら話聞いてみたいなとか思って。LINE でいいっすよ、 LINE でいいっすよ。もしよかったら。よかった、よかった。じゃあ LINE 待ってます。どういう感じなんだろう。俺からかければいいのか。よいしょ。ペニーさんいいって。出ないな。つながんないな。あれ、ペニーさんの LINE ってこれじゃなかったっけ？これだよな。ちょっと待ってて。なんか多分準備があるんだと思う。かかってきた。お疲れ様でーす。いいです。ご無沙汰でーす。お疲れ様でーす。まずね、なんで、この事件は7月の事件なのね。で、俺が配信したてで、ちょっと待って、ツバニャンのことですか？そうそうそう、事罰件。そのことで。4月。で、俺が配信1ヶ月目ぐらいで、そのフワッチから始めたから、最初の右も左も分からなかったわけですよ。で、あるリスナーからツバニャンがこういうツイートしてるよっつって、あれですよ裏ね。方やりまツすバっニて言ャっンてがま引す。退してた頃ですよね。そう確そうか。そう、引退した頃ぐ僕らい。も見たことあるんで、そのツイート。わかりますよ。ツイートね。で、成功、手付金1万円、成功報酬5万円って言って、合計6万。ファンは、徹底的に裏方に回りますって言ったわけですよ。合計6で、万円ですか？そうですね。了解です。で、極端な話、最後は結論言うと、彼女は一回サポートだったっていうにもかかわらず、配信やめな、向いてないよと言って LINE をブロックしました。お金はもう払っ17てたんですか？日目。ペニーさんごめんなさいね。ちょっと僕把握できてないこと多いんで質問いっぱいしちゃうと思うんですけど、どうぞ。お金はもう払い終わってたんですか？ 6 万円は。はい、終わりました。なるほど。で、いつのタイミングであんた配信向いてないよって言われたんですか？17日目です。1ヶ月サポートだったけど、向こうからサジを投げたってことですか？そう、バックレでなるす。ほど、なるほど。要は、それに対して怒ってるってことなんですね、ペニーさんは。最終的に後々話すけど、
とりあえず1ヶ月サポートだったというのに17日間でバックれた、うん、なるほどなるほど、ことによる契約不履行なるほどなんですよね。ほう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 。で、うん、あのまあサポートしてくれたのは1日だけなんですよね。あ、実際そのサポートというかコラボっていうか、まあサポートというか閲覧がバンと上がったのが1日だけ。あ、なるほど。しかもね、マコさんもいたけど、ドレさんの不快の時だから、はいはい、いましたね。あれ自然にね、あの、はい、台本どこの騒ぎじゃなくて、みんな配信落としたから、はい、当然俺に配信集中するでしょ、はい、だ、まあ、いわゆる出来レースなんですよね、うん、え、あの僕がいた日ってあれですよね、多分ツバニャンとドレさんがあのなんか付き合ってる付き合ってないみたいな部屋でイチャイチャしたい。そう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 、なるほどなるほど。あの、まあ、ドレさんは、はい、ペニーがしつこくないんで、はいはい、お前ら付き合ってんのとかすごく LINE してきたって言うんですが、誰に対してですか？その部分はあの爆走、爆走、爆走、ドレさんに爆走が、ああ、ペニーさんとツバニャン付き合ってんのってことですか？だいたいドレさんとツバニャンが付き合ってるのっていうことを LINE ですごく聞いてきたって言うんだけど、うん、ペニーさんが、そう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 、ほうほうほう、俺が、うん、あのツバニャンとドレさんが、うん、付き合ってるのかどうかって、はいはい、いうことを俺が聞いてきたってドレさんが言うんですよね、はい、なるほどなるほど。で、はい、それはもう完全な捏造なんですよ。ほう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 、そんなことねえから。 なるほど。あと、うん、それでまあ7月の話で俺が動き出したのは10月なんですよね、うん、動き出したっていうのは裁判ってことですか、それともディスっていうことですか？裁判っていうか、あの、うん、爆走がその、うんうん、ツイッターでいきなり俺に攻撃し始めたんですよ。で、まあそのツイッターはまあ5、6ツイッターぐらいかな、うん、まあそれはあのうちのリスナーさんを介して削除されたんですけどね、はい、ほうほう。で、一番俺が切れたのは、うん、佐野さんとツバニャンがコラボした時あるじゃないですか。で、ツバニャンの枠でやった時あるじゃないですか。あ、僕把握できてないですね。はい、あったんですね。あるんですよ。ほうほう。の家で爆走が配信したんですよ。ほう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 。まあ、でそれで俺が花火3発投げたんですよね。花火を3発、はいはいはい。そ、俺も言われなかったです。なるほどなるほど。でブロックされて、ブロックされた、その日にブロックされたんですか？そう、その3個目の瞬間ね、3個目投げた瞬間にブロックされたんですよね、うん、なるほど。まあそれはいいとして、その次なんですよ。1個質問していいですか、その時点で。あっ、はい。揉めてた相手じゃないですか、ツバニャンとは、うん、その時に花火3発投げたのはなぜだったのかを知りたいです。あの佐野さんの枠だと思ったから。あー、ちゃんまんに対して花火を投げようと思ったら佐野さんの枠だと思った。なるほどなるほど。佐野さん の、 あのパソコンを使ってツバニャンがログインして、はい、配信を開いたんですよ。はい。あー、なるほどなるほど。分かりました分かりました。そうそうそう、はいはいはい。佐野さんの部屋でツバニャンがカメラ、あのパソコンでログインして配信を始めたんです、はい、でその時にあの、まあ、3回ブロック、3回目ハンドル投げてブロックされたんだけど、はい、そこで、佐野さん聞いてくださいよ、ペニーってやつが私いらないって言ったら6万円振り込んできたんですよ、うん、やりもくでバカじゃないですかって言われた、うん、俺がそこが切れポイント。ああ、なるほど。だってうちらの話だとビジネスの話でしょ。そうですね。そう、そうですね。これをちゃんまん聞いてくださいよ、うん、ペニーってやつがいらないって言ったのにやりもくで5万、はい、6万円振り込んできたんですよって言われたの。ほうほうほう。まあまあそれは事実と異なるってことです。カチン。はいはいはい。その後も、はい、私と一発やりたいから6万円振り込んできたってずーっと言われてたんですよね。なるほど。それがさっきドルさんが言ってた要は一発やりたかったんだろうっていうことなんですね。そうそうそう、はは。要はベニーさんからするとあの事実と異なることをまあいろんな大手の枠で広めたと、うん、それに頭が来てる。例えばあの、うん、そ、どうぞどうぞ。あ、それに頭が来てるってことですね、要は。そうそう。頭食うでしょ。だってビジネスでさ、そのお金振り込んだのに、うん、いきなりやりもくで振り込んできたっていう話にすり替わってるわけですよ。なるほどなるほど。実際でもう一発だから違うな、自分の枠で、はい、ペニーは一発やりたいから、
あのお金を振り込んできたって言いふらしたわけですよ。なるほど。これは完全な名誉毀損であり、はい、あのまあ、許されることじゃないと思うんですが、うん、まあ、まあはい、あのその、ドライさんがあわよくば一発って言ったところあるじゃないですか、はいはいはい、あれはキューピーさんと俺とのその会話でちょっと冗談じみて言ったんですよ。はあ、なるほど。え、ちょっと冗談は通じないらしいんですよね、あの人はね。そうですね。一点質問いいですか、また。あ、どうぞどうぞ。ぶっちゃけた話ですよ、今となってはどうでもいいんですけど、その当時、まあ、うん、あの配信で右も左もわからなかった頃、ツバニャンと一発やりたいと思ったのは本当なんですか？ちょっとそういうのあったんですか？正直な話。1割ぐらいかな。あ、ちょっとだけあったんですね。ちょっとだけね。ちょっとだけまあワンチャンあったんですね。そうそうそう。なるほど、なるほど、なるほど。まあまあまあ、今となってはゼロですよね。もう全くゼロだって。俺だって選ぶ権利あるしさ、うん、今日もホテトル呼んだしさ、はい、あの、あ、2発行かしてもらいましたが、まあそれは話は別として、うん、え、今日ホテヘルで2発やったんですか？いや、ちょっとあの一発目行ってすげえアーナル攻めてくる子で、どんな感じだったんですか？はいはいはい。あ、そうで、コンドームつけて、はい、結論第二関節まで入れられちゃったんですよ。そしたら、はい、俺すごいうんこしたくなっちゃってあ、そうなんですか。え、アナルの方もたしなまれるんですか？アナル好きなんですか？いやいや、今回が久しぶりです。もう何十年ぶり。はいはいはい。前立腺をこう刺激しながら。そうそうそう。はい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 。あれはちょっと危険で、はい、あのまあ、あのホテルの部屋に BOD のビデオブデマンドの課金のあれがずっと H ビデオ見てて、女の子と、まあ、村だったんで、はいはいはい、まあ、そういうこと。あ、なるほど。要はビデオソフトオンデマンド見てたらムラムラしてきちゃったんで女の子呼んだってことなんですね。まあ、あのね、はい、あの業者さんのレスポンスも早かったし。なるほど。うん、あの10時半ぐらいに電話したんだけど、11時には、はい、あのアッパーホテルの前に行きますみたいな感じで、うんうんうん、あのやってくれたんで、うん、で、はい、ちょっと話変わりますけど、はい、一番ね、今、はい、一番ムカついてるのが、はい、ベニーを私に惚れてるから、はい、嫉妬して裁判を起こしたって言われてることね。あー、なるほど。まあその裁判を起こす前に俺は銀行で返還請求を出してるわけですよ。はい、はいはいはい。そしたら向こう、あの電話を全部バックれたわけですよね。応じなかったんですね。そうそう。で、応諾踏むっていう、結果が出て、その、はい、応諾踏むのその書類を持って裁判所行くわけなんだけど。なるほど。で、バクソは、はい、こう思ってるわけですよ。ペニーは私と会いたいから裁判を開いたんだって言ってるんですよ。あー、恋愛感情があるから会いたくて裁判をやったんじゃないかって言ってると。そうそうそう。配信で。で、ほんほん、彼女がたった5万円の奨学書書にもかかわらず、はい、十数万円かけて弁護士を雇ったわけですよね。あ、つまりは十数万かけてるんですか、この裁判に。そう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 。だ、5万素直に返して一言謝らせる話でしょ。え、あの略式裁判っていうか、あの奨学裁判ですよね、あの。そう、奨学書書ってやつ。はいはいはい。あの会裁判ですね。に、うん、十数万の弁護士つけてきたんですか。いや、そうそうそう、バカでしょ。え、で負けたんですか、つまり。いや、あのほぼ5万円の返金は確定しました、前回の裁判で。っていうことは、俺はっていうことはもう、うん、ペニーさんの勝ちってことですよね、ほぼほぼ裁判。そうそうそう。あと次もう一回裁判あるんだけど、2月26、226にあるんだけど、はいはい、その時は謝罪の有無を、あ、まあ、争点とします。訴訟は5万円返せっていう内容なんですか。そうです、そうです、そうです。あ、っていうことは、じゃあもうあとは謝罪があるかどうかっていうのだけが論点ってことなんですね。そうです、そうです。もう5番返してもらうのはほぼ確定しました。うん、え、それ裁判官、ね、裁判官、うん、うん、どうぞ。っていうことは、これ今回は僕、あれですよ、今の情報を聞いてる限りだとペニーさんが裁判勝ったっていう話に聞こえるんですよ。そうそう、ほぼ、ね、単純にペニーさんの言い分が通ったと思うんですけど、うん、そうそうそう、そうですよね。あ、裁判官がね、はい、弁護士に聞いたんですよ、はい、じゃあ5万円返金でいいですかって言った時、はい、即答ではいって言ったんですよ、うん、え、それって弁護士雇う必要なくないですか。裁判、つまりやんが、つまりやんが出廷して5万円返しますって言えば終わる話ですよね。つまりやん、なんで裁判、弁護士さん雇ったんですかね。あ、だから俺と会いたくないからっていう。ああ会いたくないからっていう。なるほど、なるほど。
ひどいでしょ。なるほど。まあそんな感じ。あと、まあ、俺は腹が痛まないんです、全くね。腹が痛まあ、今回の裁判に関しては負けても勝ってもね、俺はど素人の喧嘩弱いやつで、俺がそのプロの格闘家に挑んでるわけですよ。で、結果、前回の裁判で5万円の返金はほぼ確定。そうですね。大したもんじゃないですか。いや、っていうか言い分が通ったってことですよね、ペニーさんの。そう。で、基本的にね、原告、俺、原告で向こう被告なんだけど、原告で使った裁判費用、弁護士費用っていうのは、被告に請求できるんですが、被告がかかった弁護費用っていうのは、原告に請求できないんですよ。だから、俺の腹は全く痛まない。要は、ツバニャンは、要は、弁護士費用と罰金というか、5万払うのと、あと謝罪どうするかを論点ってことですよね。次の、裁判の謝罪が論点になりますね。もう一点なんですけど、これは和解条件として向こう、5万を返すっていうことでなってるんですか？それとも、そうなんです。そうなんです。和で、解な口ん外だ。にするなって言われたんで、だけど、俺はこの、ツバネとその爆走の、その対、あの対決っていうか、やってるのは、配信で追っかけてるから、その、いきなり断末では決め込めませんって言ったの。で、もし謝罪しなかったら、刑事告訴も考えてますって、その弁護士、そしたら弁護士は、じゃあ持ち帰りますって言って、また次の裁判が開かれるんだけど。和解の流れなんですね。じゃあ、勝訴ってわけじゃないですね。和解の場合だと、どっちが勝つとかではないんですよ。要は、そうなんだ。そうなんですよ。だから、今回の和解の流れだと、要は、お互い、なんつうの、和解なんで、要はお金の部分と謝罪の部分、有無に関してあったら、この裁判なくそうっていうのが、なかったことにするのが和解なんで。だんだん分かってきました。わかってきました。で、だから爆走だから、基本的にね、俺は LINE で爆走 LINE やってる時、してる時、可愛いって言った。可愛い、あなた可愛いからっつって。これを、惚れてる隙だって勘違いしたんだよね、まずね。可愛いっていうことと、惚れるっていうことと、好きだっていうことは、これ全部別物ですからね。別ですよね。違いますよね。だってペニーさんは一発やれたらいいなっていうのが1割ぐらいあっただけですもんね。これは冗談でね、冗談でね。でも1割まあ、はあったんですよね。0.5割ぐらいにしといてもらえば嬉しいんですけああ、ど、まあちょっとあったと、下心が。少しはね、少しあったあと。ります。少しだけあったと、ワンチャン。本当ね、本当少しだよ。わかります。1%だよ、1%。どんどん少なくなってきますね。当時はってことですよね。彼女のこと知らなくて、見た目でワンチャン一発やれればいいな、みたいな。だけど、やっぱその、まあ、LINE やってるうちに、その爆走っていうやつの本性って、まあ、大体分かってくるじゃないですか。付き合いがあれば、どんな人かわかりますよね。でね、爆走に可愛いって言いましたけど、ね、依頼主と施工主のか間柄で、お前ブスだけど頑張れよとは言わないでしょ。やっぱ可愛い可愛いって持ち上げるでしょ。だからその可愛いが、なんか惚れたって勘違いしたんだ、武装女が本当に。でも裁判の内容は、要は十何日間サポートを切ったのが論点だから、可愛いとか下心があったっていう論点も関係ないですよね。関係ないですよね。関係ないですよね。関係ない。それ裁判官なんて言ってるんですか？普通裁判官だったら関係ないって言うと思うんですよ、これ。その本件と。最初は日割りでって言われたんだよね。日割り計日算割りででって17言日われた。分を、で、何ヶ月どんぐらいサポートされたんですかって言われて、1回って言われた。俺言ったの。要まあ、は、実際そうじゃないですか。ドルさんオフ会の時の1回だけじゃないですか。あの日がそうそだっのたんです後、ね。俺何も仕事しなかったからね、彼女。OK です。ツバニャンの件は大体わかりました。わかりました。で、今度、桃太郎さんと揉めてるのは何なんですか？俺が桃太郎詰めちゃったんですよ。詰め詰めた？て、なんか、花火を300発支援してたの本当なんですか？
花火を300発支援してたって聞いたんですけど、本当なんですか？まあまあ、それはだから俺の花火先発事件に戻るんだけど、はい、まあ俺、桁間違えてさ、あの89万円分100、1000発買っちゃったんですよね。花火1000発買っちゃった。買っちゃった買っちゃった。で、それでまあまあ、いいやいいやとか思って、アホじゃないですか。お礼するんだなって言って、100発投げて、アホじゃないですか。もう100発投げてくれたらお礼するよって言われて、はあはあ、でもう100発投げたっていう。あ、なるほど。で結局ありがまで言ったのあいつは。ありがまで言った、はいはいはい。ありがとうを言わなかった。おー、なるほど。要はそれに頭が来たっていうのが。そうそう、だから俺はやつに粘着する権利があるし、うん、なるほどなるほど。それに対してどうのこうの言う権利はない。なるほどなるほど。要は花火を投げたのに、そのおちょくられたっていうので、要は俺にはディスる権利があると。なるほどなるほどなるほど。で、あ、まあ、今回のその桃太郎とのやり取りなんですけど、はい、桃太郎って、まあ、はい、相手に電話を切らせて、はい、逃がしませんよっつってまた電話かけていくスタイルなんですよね。はいはいはい、なるほど。ほうほうほう。で追っかけていく、なんで切ったのみたいな、なんで切ったのみたいな追っかけていくスタイルなんですけど、はい、最近の桃太郎っていうのは俺が通話出るで俺をかける、はい、必ず向こうが切るんですよ。で、俺は追っかけるんだけど、はい、そこをね、はい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 、何回も何回も追っかけるんだけど。出ない。で、最近、うん、あの桃太郎の口から、はい、別にって言葉が出たんですよ。別に、はい。沢尻エリカ。うん。沢尻エリカ。はいはいはい。懐かしいですね。ちょっと古いネタですけど。ちょっと古いですけどね。はい、映画の記者会見の別にですね。はい。うん、そうそう。ほうほう。だから、言われてそこでお笑いして、多分やつはもう相当頭に来てると思うん で、はい、でまあ俺は、まあ、いわゆる弁当持ちじゃないですか。2回目の執行猶予がまだ2年半残ってるんで。え、今でも2年半残ってるんですか？残ってます、2年半残ってます。あ、ダメですよ、絶対薬物やっちゃ。まあ薬物やんないと喧嘩もできないってことです。あ、まあまあまあ、そうですね、弁当持ちなんで、はい、それはそうだ。そうそうそう、はい、だから、はい、対面して俺は殴られそうになるわけね。もちろん、はい、警察は呼ぶつもりなんだけど、はい、殴られそうになるわけですよ。はいはいはい、そうですね、弁当持ってた。で、まあ、今日新宿に桃太郎がいたんですよ、うん、2回すれ違ったの。え、何？ペニーさんも新宿にいて、桃太郎さんも新宿にいて、すれ違いそうになったんですか？そうそう、2回すれ違いましたね。え、何？本当に顔見てすれ違ったの？それともなんか、ジェダイが確認して。へえ。え、何それは、何、追われてるってこと？そう、追われてるから今日もいろいろごまかして発信してる、うん、まあ、うん、結果を言えば、うん、まあ、キャスバーの近くのビジネスホテルに泊まってるわけだけど、はい、それ言ったら意味ないです、うん、まあ言っちゃえばいいかもしれない、はい、まあまあさっきキャスバーにもね、ちょっと15分ぐらいお邪魔しに行ったんだけどね。いや、だからそういうこと言ったら意味ないじゃないですか。逃げてる意味ない。意味ないです、うんうん、だから俺はもう、今回のそのジェダイとの遊びは、うん、桃太郎はいらないんで、うん、ほうほうほう。まあマジで桃太郎がに2回すれ違いましたからね、マジで。おでしょ。ほう。え、で、うん、なんか僕が見たのは桃太郎さんロムってたんですけど、なんか車窓ってになんか乗り込む、乗り込まないとか。あ、そうね、そうね、そうそうそう、あったじゃないですか。で、車窓は終わったんですか、実際。車窓はね、はい、言ったのかね、日にち、はい、3月の前半ですね。あー、なるほど、なるほど、なるほど。おー、わかりました。じゃあ桃太郎さんとの揉めた理由、つばにゃんと揉めた理由もわかりました。じゃあ今度、ドレさんとなんかこういざこざがあるっていうのはなんかありますか？あ、ドレさんは俺とバクスの喧嘩に乗っかって一丁噛みしてきたからムカついてるんですよ。あ、要は関係ねえ。あ、なるほど、関係ねえと。関係ねえ。なるほど、なるほど。あ、そこシンプルなんですね。なんか桃太郎さんとか妻にはすごいなんか説明長いけど、ドレさんは一言関係がないと。関係ない、全く関係ないのに。なるほど。しゃぶ中しゃぶ中言うわけでしょ。俺しゃぶ中じゃねえから。元しゃぶ中だから。今やってないですよね。俺が持ってないと本当に切れるからね、はい、ちなみになんですけど、しゃぶのことってしゃぶ中の方ってなかなかいないじゃないですか。元しゃぶ中配信者って。そうちょっとしゃぶって初めて出会ったのってどういう感じなのかとか聞いてもいいですか？なんか、まあ、あ、いいですよ、社会勉強で。
まあ、高校中退なんで、ほうほう、その16時に、はい、あのパチンコ屋に出入りしたんですよね。パチンコ屋に、はいはいはい。でそこで仲間、知り合った仲間がいて、うん、7、8人の仲間なんだけど、はい、今度夜遊ばないって言われて遊びに行って、はい、その時にハシシっていうチョコのチョコレートって言われてる、そのハシシってやつを初めて吸わせてもらったんですよね。ハシシって結構きついやつですよね。とあのあ、もうきついのも何も俺入ったからリバースしちゃったから何、いきなりデビューのドラッグがハシシなんですか？そうそう、ハシシなんですよ。やばいやつ、住所だからね、一番効くやつなんです。はいはいはい、ハシシに出会ったと。で、その後、はい、そうそうそう、10分の時からそれ始めて、で どれぐらいやってたんですかそれ？まあね、あ、もう、まあ、タイマーはずっとやってるんだけど、いやいや、まあ、俺栽培もしてたからね、栽培も。タイマーの栽培もやってたんですか？やってた、クローゼット改造してね。まあだから、毎回収穫 100g ぐらいあったよ。あ、でも、和田さん、こんなにすると多分バン食らっちゃうからもうやめときますけど、はい、前回バン食らってたんですよ。あ、じゃあダメです。ドルさん、ドルさんじゃない、ペニーさん、もう今やってないですよね。大丈夫ですよね。約束してくださいよ。大丈夫ですよね。やってたら配信なんてまずしないから。そうですよね。絶対ダメですよ。やったら約束なんで。ワドさんに誓ってやらないですよ。ワドさんのシルバーリングに誓ってやらないです。シルバー関係ないです今。シルバーリング関係ない。あ、シルバーリングできたら買ってくださいよ本当に。いいっすよ。いくら3号ぐらいです、ペンダントトップが。35,000。はい、ぜひぜひ。あの、出来上がり次第ね、あ、かっこいいデザインでお願いします。ぜひぜひ。お任せします。はい、了解です。なんとなく分かってきました。まとめると、つまにゃんとは、まあ、いろいろあって揉めて裁判中で、桃太郎さんは花火の件でありがとうがなくて揉めて、どれは、関係ないのにしゃしゃってきたからムカつくっていうので OK ですか？そう。わかりました。まあそう、あと、まあ、桃太郎に関しては、はい、その逃がしませんよって代名詞がなくなったって、それから俺と通話は自分から必ず切るようになっちゃったんで。なるほど、なるほど。まあ、俺は、はい、桃太郎に対してはちょっと一線超えちゃったかなと思ってるの。なるほど、なるほど。あったら殴られるのは当然なんだ。まあでも、まあ、ほら、やっぱりね、大の大人だし、桃太郎さんもペニーさんも大人だから、殴り合いとかはね、やっぱり言葉でね、うん、配信者だからリスナーさんが楽しめるようにさ、うん、まあトラブルもあるとは思うけど、拳じゃなくて言葉でやりましょう、うん、言葉で言いたいことは。こんな感じです。じゃあ、はい、もうそろそろこんな感じ。どうでした？あ、いや、面白かったです。お話ありがとうございます。序の時と違って今回は話まとめられたかなって自分でも思ってるんですけど。そうですね、だいぶ分かりやすかったです。もうバッチリ把握できたんで。あ、はい、よかったよかった、ありがとうございます、はい、またじゃあ、ね、近々なんかで会いましょう。ぜひぜひ、ありがとうございました。いろいろ、あ、どうもありがとうございます、こちらこそ。はい、失礼します。なるほど、まあ、要約すると、一言で言いますね、皆さん一言でまとめます。どれ関係ない、これだけ覚えておいてください。どれは関係ないっていうのだけ分かりました。どれは全く関係ないけどムカつくだけだって言ってました。ここキーポイントだよね、関係ねえのにしゃしゃるからムカつくっていう。まとまるとそういうことでしょ、いや、そういうことでしょ。ドルさんで、なんでいざこざあんのって言ったら、あいつ関係ねえのになんかしゃしゃってくるからムカつくんだよとか言って。いや、そういうことだよね。お疲れ様です、ありがとうございました。ちょっとトイレ行ってくるね、まあ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 、なんとなく分かってきたな。
切り回したら刺されそうで、え、何、誰が出すの？あ、聞き上手ってコメントありがとうね。いや、あのね、あの、俺のこれ持論なんだけど、あの、俺の持論言っていいですか？あのね、大体、あの、トラブルが起こるときって、トラブルが起こるときって、あの、お互いがお互いのこと情報不足だったりとか、あとすれ違ってることが多いんですよ。だから、僕は、その、ドレさんも、桃太郎さんも、できればツマニャンも話聞いてみたいし、ペニーさんの意見全員聞くと大体見えてくるの。どこが間違ってるのかっていう。だからね、結構ね、聞きたいっていうのあるんですよね。大体全部知ってくるとね、あの、見解は一緒になってくるんですよ。そう。リスナーさんも。捨て頃2もお願いします。控え選手兼雑用するんで。いやいやいや、捨て頃2は多分、あの、あれっすよ。ダメっすよ。まあでも、まあまあ、裁判でやるっていうのはいいんじゃないの？あ、ありがとう、ドルさんから。風船ありがとう。ドルさんからいらっしゃい。アイテムありがとう。はい、絶対ゆいこさんだ、これ。ゆいこさんいらっしゃい。まだ寝てないの？もう起きたのかな？なるほどね。ありがとうね、アイテム。バドの悪口言ってた？何俺の悪口言ってた、爆走。なんで俺の悪口言ってんの？関係ないでしょ、俺。もう終わったよ、トツ。ペニーさんからのトツ終わった。なるほど。まあ、ドレさんは全く関係なかったっていうのが面白かったかな。なんでドレさんに対して怒ってんのかなと思ったら。遡ると大体どれが悪い。ドレさんは、要は、俺の元カノになんてことしてくれてるんだっていうポジションなのね。いや、俺は別に何言われても反論できるから。大体別に俺、ツバニャンに悪口言われることなんか何にもやってないのにな。なんかやった俺。ツバニャンと絡みなんか全然ないんだけど。なんで俺、ツバニャンに悪口言われないといけないの？俺なんかやったかな？何にもやってないよね、ツバニャンに対して。マッチポンプ、爆走にも相手にされないドレ。え、っていうかさ、なんか聞いたんだけど、ドレさんは元カノって言ってるけど、ツバニャン付き合ってないって言ってんの本当なの？なんか、ドレさんは元カノだって言い張ってるじゃん。でもなんか、ツバニャンは、私別にドレさんと付き合ってないよって言ってるのって本当なの？ドレさんは結構エモーショナルな人だね。あ、そうなんだ。すげえな、配信者って。みんなめちゃくちゃだな。品がらめがって言ってた。ひどいな。身体的欠損を言うの。え、ツバニャンが俺の悪口言ったの本当？ 1 ヶ月だけは付き合ってたんだ。あ、付き合ってたら認めてるんだね。1週間だか1ヶ月だか。え、ツバニャンなんで俺の悪口言ったの？一回やった女は彼女扱いか。ピュアだから。ドレさんピュアだから。あの、少年の心を忘れてないっていうように、ポジティブに解釈してあげよう。ドレさんは少年の心を忘れてないっていう。はじめは付き合ってないって言ってたんだ。なるほどね。まあまあ別に恋愛は自由だからさ、誰と誰が付き合おうが俺はね、人の恋愛に口出すことはないけど、まあね、なんだろうね、自分のこと話題にする人は全員ディスっていく。嫌う理由もわからないよ。まあ好きか嫌いかな、まあまあよくわかんないわ。まあ人間だからね、好きな人嫌いな人いるでしょ。俺も嫌いな人いるもん。1ヶ月トレーニング行ったの見たことない？ん？ 1 ヶ月間トレーニング？どれシャシャリ出てペニー怒ってんの？光電台は何？要は、あの、関係ねえのに首突っ込むなっていうことらしい。だから煽ってるだけだって。ただ嫌いなだけだって。結局ドレさんは寂しいおじさんってこと？
いや、ロマンチストってことでしょ。よく言えばロマンチストなんだよ。デートの企画を募集してた。そこへ過疎のどれはリスナーを送り込んでアピールした。あー、なるほどね。なんかやだな、なんか心がすさむよね、なんかね、うん、どれはアンチ多すぎだな。どれさん嫌いなの、みんな実際。どれさん好きなの、どれさん嫌いなの。ぶっちゃけた話、あのガチな話、ネタじゃなくてどれさんのことどう思ってんの、みんな。好きなの、嫌いなの。嫌いなんだ。どこが嫌いなの、どこが嫌いか教えて。大っ嫌いなんだ。どれさんなんか急激になんかアンチ増えたね。どちらでもいい、まあ興味がないって感じかな。どっちでもいいってことは、知れば知るほど嫌いになるんだ。おー、気味悪いおじさん。まあ別に何でもないと。好きでも嫌いでもない。コメントはしにくいと。生理的に無理。寝落ちに最適。死ねばいい。おー、口ばっかで行動が伴ってない。どれさん刑事告訴されてるらしいけど内容知ってる人いる？知らない。誰が訴えたんだろう。どれは好きとか嫌いじゃなくてかわいそう。まあ嫌いってことか。和道のことネタとか言って笑い物にした時から嫌い。ああ、俺のこと好きなリスナーさんなんだね。ああ、俺のことをネタにしたのが嫌だったってことか。どれさんいいとしてエステでゼロラインの O ラインの処理してんの。あ、O ライン俺もすごいんだよね。ジャングルだからうんこが絡むんだよね。 O ラインは俺もそう処理したいな。好きになりかけてたが嫌いになっちゃったんだ。調子に乗ってから嫌い。あー、どれさん本性が傲慢。今猫かぶってる。あー、じゃあ結構嫌い派が多数あるってことか。で、好きっていう人はいない感じなんだ今のところ。人をバカにするし、ホモとか障害者とか。あー、それはね、あの昔からなんだよね。そう、それはね、俺もあのアスペルガーについて、発達障害についてとか、そういうのやめた方がいいよっていうのは初期の頃言った。まあ俺の考えだからよって言ってたから、俺の枠だから自由にあれだよ、言わせろよとは言ってた。あ、そうかと思って。バカ50個ありがとう、アイテムありがとう。まあまあね、言論の自由はあるからね。まあ俺もね、正直障害者とかあのホモとかバイセクシャルに関して、ああいう差別的な発言はちょっとあのやめた方がいいんじゃないかなとは思ってますね。リスナーから訴えられてんだ、元花火師から。プライドが高すぎる、だから雑も批判もしたくなる。なるほど、うん、差別がひどい。差別はちょっとあるね。配信長い、5年目ですね。僕は配信歴10年と豪語しててムカつく。でもね、はっきり言うよ、俺は5年間であの結構最前線で中堅どころを5年間やってたからね。ドレさんの10年間はあの9年と10ヶ月ぐらいは多分過疎だったはずなの。閲覧もうそれこそ30以下だったから、そのなんつうんだろう、アマチュアの10年と俺はほら前線でやってたじゃん。大手ではなかったけど、一応その名前も通ってて何年かやってるから、なんかそれを比較されるのはどうなのかなっていうのはあるね。金梅もどれの画が強いところがイラッとするって言ってた。金梅さんが言うの珍しいね。器が小さい、上から目線のとこ嫌い、金ないアピがひどい、お前も嫌い。俺のこと。なんか巻き添え食らったんだけど今。お前も嫌いってなんか巻き添え食らうの読んじゃったよ。くそ、トラップに引っかかった。どれもお前も嫌いだったから、どれも嫌いかと思ったらどれもお前も嫌いってトラップに引っかかっちゃった。人はディスるのに自分ディスられたらガチ切れする。あ、それはまあまああるよね。おー、なるほど。稼いでも PC もらわない。あ、買わないね。あれは何なんだろうね。パソコン買えばよかったのにね。機材、必要機材だから。俺は結構もう結構ね、例えば天岐阜でもらってこれ買って、リスナーさんからヘッドホン買ってもらって、のんちゃんからこのでっかいモニター買ってもらって、のんちゃんからレッツノート買ってもらって、ウェブカメラもこう、もうこれ6台目なの。だから機材はだいぶ、あとバッテリーとか、リスナーさんからお金いただいたのはもうほとんど、あの、機材にどんどん追加していったから、機材が良くなればさ、YouTube とかできるし、なんか配信も綺麗になるから、リスナーさんのためになるとは思うから、普
通に機材どんどん揃えていけばいいのにね。ある程度その機材がどんどん固まっていったら投資する必要なくなってくるからさ、寄り目だよ。ふわっち来た時は一時、あ、そうなんだ。まあまあ最初はしょうがないでしょ。うん、スマホ1台はね、あのだからね、トツかける時俺はほら音声クリアにするために LINE でやってるんだけど、コラボ放送っていうのはね、ちょっとなんかプツプツになったりするから、あのね、スマホで配信やってもいいんだけど、もう一個の LINE 受け取る用のスマホを持ってないっていうのはちょっと痛いんだよね。だからドレさん、実は俺さ、ドレさんから電話いっぱいかかってくるじゃん。俺からかけないのはドレさんの放送を潰さないためで気使ってんのよ。そうだからね、絡みづらいんだよね結構。まあまあ俺も見えてきた、53号さん、こちらこそありがとう、見てくれて。いや、偉そうに語ってないよ全然、50号さん思ったこと語るよ。選ぶるとか俺嫌いだから本当にあの嫌いだからこういうことやってんの。なんか年上がとか先輩がとか苦手なのよ。偉そうに語ってないですよ。むしろあのほら、俺らの30代の世代って、あの要はなんつうの、上上下関係関係ないよみたいな。だから逆に言ったらね、それが偉そうに見えるんだと思う。あのどちらかっていうと超フラットなタイプなの、世代的に。あの上下関係嫌いとかヤンキー文化がダセーと思ってて、うん、なんとなくわかります、50号さん。だからね、俺上からとか別に語らないよ。ただじゃあ上からのどれさんで、要はその俺普通に5年やってるのは5年じゃん。それを俺は10年だって言ってきて、いや10年っつってもお前過疎だろみたいな。そう、そういうのは言いたいことは言いますよ、配信者なんで。でも別に俺が偉いとかどれさんより上だとかそういうことは言ってないよ。床屋に行けと米して、床屋に行く金がないと真面目に言う。どれ、だいたい配信歴10年もしてるのに PC もない、音響もない、ありえない。うん、なるほどね。どれの電話なんかもう出なくていいよ。いや出る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 。うん、なるほどね。上からの印象がついちゃったよな、もったいない。あ、俺はいいの。なんでかっていうと、そう、上からでいいのよ、いいのよ。あのそれはね、なんでかっていうと、長い目で見たら人間ってごまかせないから。長い目で見たら結局、なんつうの、年齢もドレさん上だし、格闘技も実際俺より強いわけだからいいのよ。でもね、本当にすごい人は上から物を申さないから。それはもういろんなすごい人に会って俺は知ってる。本物に会ったらみんなもわかるでしょ。本物の人って絶対に上から仕掛けてこないから、うん、小さい人間しかやらないですよ、マウンティングは。絶対やらない。全然礼儀正しい、成功してる人は。いいの別に、そんなほっといて、うん、なるほどね。経済的に積んでるのに高級なジム行くのは変。あ、うん、上にこびて下に、いやリーマンできないよ俺は、根性ないもん。稼いで本性出た。気をつけろよ、この男性、年もどれとけ、え、この男、え、この男、去年もどれと喧嘩して、結局慣れ合ってるから、どれのアンチは気づけよ。別にどれのアンチ引き込もうとかそういうのないもん。俺、そういうの嫌いだもん。思ったこと言ってるだけ。うん。別にどれさんの敵じゃないから、俺。うん。都合のいい時だけ配信歴10ヶ月にするどれ。本物は上から仕掛ける理由がない。金持ち喧嘩しないっていうのはそういうことだよ。金持ち喧嘩する必要ないもん。だって、トラブルって最悪じゃん、簡単に言ったら。それは避けるでしょ。うなやばいにデレデレ。あ、まあまあ、だからリスナーとしてのキャリアが長いからさ、ファンなんでしょ単純に。どれは人付き合いの時気前いいからお金たまんない。あ、そうだよ、結構出すよどれさん。和道が本当は好きなののんちゃんにやる。あー嬉しいね。でものんちゃん好きって言ってくれるのはありがたい。俺としては結構ほら、なんかのりこと別れろってひどいこと言ったり、のんちゃん嫌いだっていじめて、俺みんな知らないかもしれないけど、昨日のんちゃん泣いてたんだよ。昨日も泣いてて、リスナーがのんちゃんのこといじめるって。そののんちゃんはほら後ろにいるけど、ネタフリしてコメント欄読んでるので、のりこは化け物とか書いてるので傷ついて、のんちゃん一人でもう目真っ赤に腫らして泣いてて、ごめんねって、でものんちゃんのこと本当は嫌いなんじゃないんだよって、ごめんねごめんねって言って、で寝たでしょ、なだめて寝てさ、のんちゃん分かったっつって、のんちゃんみんながいじめるっつって、のんちゃん別にみんな嫌いじゃないのにって、リスナーさん嫌いじゃないのにっつって、もう目真っ赤にして悔しそうに泣いて、でそしたら今日叫んで起きてさ、
あの怖い世界怖い世界って言って、怖い世界が来るって言ってどうしたのって言ったら、ゾンビが襲ってくる、ゾンビがって言って、多分ねそのゾンビはのんちゃんの悪口書いたリスナーさんのことなんだよ。いや本当にかわいそうだからさ、でも配信者と付き合うっていうねあれだから、だからのんちゃんみんながいじめるっつって一人で泣いてて、ちょっとなんか配信者でもないのにかわいそうだなと思って、ちょっと辛いよねそれは。ほら配信外だからさ、あれだから、まあしょうがないよね、その俺と付き合うっていうのはそういうことだから、そう俺のせいでもあるんだけど、のんちゃんはね統合失調症っていうよりもね、まあねクソカスカオスっていう配信者が、俺がのんちゃんのことメンヘラって言ったの、のんちゃんメンヘラだよガチのっつったら、カオスがねすごくいいコメント書いてくれて、ワド違うよって、のりこはアーティストなんだよって言ってそれでねなんかね救われたかな、そういう優しいコメントがあるから、のんちゃんはメンヘラなんじゃないよって、アーティストなんだよって言ってくれて、そういう言葉でそういういいことを言ってくれる人もいるから、なんか嬉しいよね。和道の配信は本当に救う、いつもありがとう、これからも花火上げていくね、あーありがとうございます。のりこがネタフリーで、え、のりこがネタフリーで100時間ぐらい布団から米見てるの想像すると怖えずっと寝てるよ、今も見てるよのんちゃん好きだよって、ありがとう。カオスは優しいよ、カオスは不器用で繊細で優しいよ、カオスらしいよね、なんか俺なんかカオスのそういうところ大好きなんだよね、すげえ優しいやつは不器用だけど、今はただのビットコインマニアになっちゃったんだけどね、73号さん、LINE ください。LINE ください。それ NG ワードなんですよ。73号さん、LINE ちょうだい。実際のりほ、メンヘラに見えない。あのね、のんちゃんをメンヘラかっていうとね、すごく難しい。カオスいいやつだよ、すごい。あのね、のんちゃんがね、メンヘラなのかっていうとね、すごく難しい。いや、まあメンヘラはメンヘラなんだけど、俺は彼女の才能を結構信じてるかな、いつも言うんだけど、なんて言うんだろう、あのねすごく頭がいいんだよ、実はのんちゃんを魅力的に思ってるところってすごいそこで、普段さ喋ってるとさ小学生みたいな喋り方だからパッパラパーに見えるでしょ、簡単に言ったら、あの要は知恵遅れ、変な言い方だな俺も、まあ知的障害者じゃないけど、ちょっと頭足りない子に見えるじゃん、すごい頭いいの、それはね一緒にいると分かるので、あとね俺は霊感とかあんまり信じないけど、やっぱりね心が見えるんだよすごく、おい72号さんいらっしゃい、だからなんていうか、その俺がやっぱりその悪くなるとのんちゃんも敏感にそれを感じるし、俺が調子がいい時はのんちゃんも調子が良くなる、波動っていうのかな、なんかねそのすごくね、そののんちゃんを見ると今の自分がよく見えるんだよね。のんちゃん高学歴って、あの美大の大学院出てるよ、専門学校卒業して社会人になって1回、そっから美大に行き直して大学院卒業してる、 IQ 高いんだろうね。でも言葉で表現するのは苦手なんだけど、そういろんな知識持ってるんだよね、言葉足らずなだけなの、そうすごく頭がいいのが分かるの、そう、まあリスナーさんも分かってくれてるのは安心した、なんか IQ 高いからだよとか言葉足らずなだけですごく賢いんだよのんちゃんは。そうで感性がねちょっと尖りすぎてるっていうか、すごく敏感なのね、のんちゃんは。そう感性がすごく敏感だから、そう感性の人は敏感で繊細だから、そっとしてあげてほしい。そうだから本当はね、俺は理想、のんちゃんが普通にこういうところうろうろして、普通に配信も映ってこんにちはってやってくれたりが理想なんだけど、やっぱりネットの世界っていうのは怖いっていうのは彼女もよく知ってるし、だからそののんちゃんはあんまりそのなんつうの、化け物だとかさ、なんか整形女とかさ、やめてあげてほしいの。その今やっと治ってきたの、のんちゃんがその肌がそのガサガサしてるのって、ケロイドになってるのってストレスで、のんちゃんでその泣いたりとか
なると次の日パンパンに顔腫れちゃって、そのブツブツになっちゃうの、顔が水の水泡が出ちゃうのね。でもう1年間ずっとそのケアしてやっと肌が綺麗になってきたの。だからほらメイクしないと出たくないって言ってたのは、水がブツブツできて 顔がケロイドで、でそれをなんかのんちゃんが発狂しちゃってさ、メンタル良くなくとガサガサ切っちゃうのよ自分で。で顔がどんどんケロイドになっちゃうの。やっと顔がね綺麗になってきたからさ、女の子の顔だからあんまりその顔のこととか言わないであげて。もうそんなの小学生でもさ教わることでしょ。女の人の顔のこととか言わないことよ。そうやめてあげて、のんちゃんを笑顔にしてあげて。そう俺のことはいくら言ってもいいから、俺のことはさ別に寄り目だのハゲだのナマポだのさ、別にもう俺はもう諦めてるし自分で選んだことだからいいけどさ、まあさすがにさのりこにまで言うのはやめてくれよ、頼むよ。うん、そう別に美人だねとか可愛いねとか言わなくていいからさ、うん、のんちゃんって、そうそう冗談でも言っていいのと言っちゃダメなのあるからさ。いや俺はいいよ、うん、俺は別に自分で選んでんだから、俺は別に地獄に落ちようがさ減らって自殺しようが俺は関係ねえんだもん。うん、メンヘラ、あのねそれはね子供の頃からなんだけど、俺はねメンヘラっていうのが病気だとは思えないんだよ正直言うと。ああ、ありがとう風船飛球100個ありがとう。あのね俺はねメンヘラって呼ばれてる人が俺は病気だと思えないの。あれは薬の副作用でろれつが回んなかったりするだけで、俺はだから性善説っていうのかな、本当に狂った人間なんていないと思ってて、でも社会が狂ってる狂ってるって言ったらレッテル貼られたらやっぱ狂ってるように見えてきちゃうしさ、なんだろう、まっすぐ生きてるから、うん、そう心が壊れちゃっただけだと思ってんのよ。だからあんまりね、そのなんだろう、なんだろう、メンヘラだっつってこうレッテル貼って社会からこう臭いものに蓋をしていこうみたいな風潮はあんま好きじゃねえんだよ。そうじゃなくてやっぱりその人たちが輝いたり素敵なそういうアーティストの感性持ってるから、やっぱり映画を撮るとか絵を描くとか、金にはなんないかもしれないけど音楽とかこういうものって人の心を打つでしょ。でやっぱりねアーティスト、その10代の頃ライブハウスやってたか分かるけど、やっぱりみんなメンヘラなのよ、いい歌書くやつって。男も女も要はね刺さるのよ声とかで、薬の影響もある。だからねそのなんか性格いいやつ悪いやつはメンヘラの中にも健常者にもいるじゃん。だからメンヘライコール悪だって決めないでほしいんだよね。うん、メンヘライコール悪だって決めないでほしいの。そう、それは本人が一番気にしてることだし、その人間ってさ承認欲求っていう難しい言い方もあるんだけど、承認欲求って要は認めてもらいたいっていう願望って人間誰しも持ってるの。承認欲求、認めてくださいっていう心、一人じゃ生きていけないので、結局承認欲求を破壊する行動じゃん。結局そのレッテル貼って臭いものに蓋してお前消えろいなくなれって、俺ねそれねやっぱ弱い人間がやることだと思うんだよね。そういう人たちを笑顔にしたり生きた現場を作るっていうのがやっぱり大事だと思うんだよね。ほんと神の声や普通の人が見えないものが見える。昔はね国生みって言ってやっぱ卑弥呼とかそういう存在だったと思うんだよ。イエスキリストとか、イエス・キリストの聖書読んでごらん。もうただの狂ってる人なんだよ。狂っていいことだけやろうって、あの聖書読むとわかるよ。あのイエス・キリスト本人ね、キリスト教があの間違ってることいっぱいあるんだけど、イエス本人がやったことっていうのを見てほしいよ。すごくいいやつの、だからメンヘラだよあれ。俺はキリストはメンヘラだと思ってんの、いいやつなの。そうだから処刑されちゃったんだよ。そう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 、だから俺はその彼女と一緒にいることでさいろんなものを学んでるし、そのなんだろう、すごくやっぱり自分の配信で支えになってるからさ、うん、あまあまあそうだよ、うん、アーティストがメンヘラってイメージも良くないと思うけど、もう、うん、まあもちろんそうではないんだけど、やっぱりねそのと独特の感性を持ってるよアーティストは、うん、独特な感性を持ってる人が多い。それは経験上言えることだね。要はそのあとね、あとこれは勝手な決めつけかもしれないけど、これは俺の持論でね、あのプログラマーはコミュ障のやつの方が優秀だった、
今まで出会ったプログラマーって呼ばれてる人たちに、いや、コミュニケーション能力高いやついんの。プログラム大したの書けないの。ただもうなんかブツブツ言って、なんかこうずーっとパソコンに張り付いて人の話も聞かないで、なんか挨拶もできないようなプログラマーってめちゃめちゃ優秀の。もうこれ大丈夫っていうのはもう書けるんだよ、コード。だからね、多分脳の不思議なんだよ、それは。うん、脳の不思議。うん、ハート5個ありがとう。尾崎豊はそうだろうな。まあ、しゃぶ中っていうのもあっただろうけど。うん、面白いよね、人間っていうのは。まあ、ヒデとかもそうだと思うよ。ヒデとかも、やっぱり、その、独特の感性持ってたと思う。さっきペニーがコラボ、あ、もう話し終わったよ、ペニーさんとは。話し終わった。まあでもなんかね、俺たちの居場所は俺たちで守りたいよな。なんか、ほら、やっぱりそのネットを見てる人ってどっかで独特だと思うよ。やっぱり俺ら、ごめんね、一括りにしちゃうけど、俺らはやっぱりそのリスナーさんも配信者もっていう対立構造じゃなくて、ネットに住んでる人たちじゃん、ぶっちゃけた話。そう、俺らはそのマイノリティだと思うよ、やっぱり、マイノリティ。その特殊な趣味だと思うけどね。いや、俺らがメンヘラだって意味じゃなくて、俺らはそう社会的には特殊な趣味を持ってる人だと思うよ。どうなんだろう。まあ俺なんか特に罪深いよな。そのさ、狭いサークルの中で一部のリスナーさんのアイテムで食わせてもらってる存在だもんな。そう、いや、だから罪深いと思うよ、本当に。配信者は本当に罪深い。俺入れずにちょっと入れたいなって思ってるからごめん。リスナーさんに止められて入れないことにしてるんだけど、入れ墨に対する憧れちょっとあるんだよね。入れ墨入れられなかったヘタレだっていうのはどっかにあるの。今入れたいんだけどって言ったらやめとけってみんなに言われてさ。まあ配信者はどっか傲慢じゃないとやってけない部分もあると思うけどな。俺も、いや、ドレさんより俺の方が傲慢じゃない？俺とドレさん比べたらどっちが傲慢だと思うかって言ったら、俺傲慢だよ、めちゃめちゃ。俺の方が傲慢じゃないかな？どうなんだろう。俺めちゃめちゃ傲慢だと思うけど。あ、偉いね、81号さん。偉いっつうか、かっこいいね。そうなんだよね、風呂好きなのから、20年前の洋服全部好きですか、それが入れ墨、まあ狐枠の方が楽しめるっていう不思議な配信だよな。何なんだろうな。ドレさん狐枠やってたね今日ね。でも合わなかったね。噛み合ってないなと思って。ノルさんはやりづらそうだった。なんで俺キツネ枠の方がやりやすいんだろう。みんなキツネの方が見やすいの？実際。キツネの方がなんか配信見てる感じがすんの？なんか特殊だよな。なんでなんだろう。なんかドレさんのキツネやってたからすぐ閉じて枠。あ、勉強しに行こうと思って見たんだけど、やりづらそうだったもん。
実際すぐ撤退してたじゃん、1時間ぐらいで。なんで俺はね、楽だよね、ニコ生勢だからだろうね、多分元が米しやすいってね。ね、みんな生き生きしてるもんね。おはようみんな。うん、どれさん繊細だよ。スーパー銭湯とか行きたくならないのかな。なるんじゃないの、やっぱりいじられるのが合ってんのかな。まあ M だよね俺ね、ド M だよね。いや俺行儀よくっていうか、そう見えるだけだよ。要は行儀いいコメントが来たら行儀よく返すのが普通じゃん。だからお前らが行儀悪いんだよ。お前らが行儀が悪いから行儀悪く対応してんだよ。米、普通のコメント欄は行儀がいいから行儀がよく対応するだろ。お前らの行儀が悪すぎるんだよ。鏡を見ろ、鏡を。鏡を。行儀悪いコメントしかないだろ、行儀悪い。見てみろよ、自分のコメント。行儀悪い奴に無礼には無礼で返すだろ。なあ。このコメント欄見てみろよ、このコメント欄。鏡を見ろ。まあ、これも、俺らだな。鏡を見るので、見に行かなくていいよ。本当に見に行くのはピュアミンかよ。普通？うん。まあまあ、キツネ向きなんだろうな。キツネ向きなんだろうな。うん、どれさんに花火投げた直後ブロックされました。俺に花火くれよ。俺にもちょうだいよ、たまには。上品だった？コメント欄見て、鏡見てきたら上品な顔してた。本当かよ。絶対嘘だろ。まあなんだろう、やりやすいかな、楽しいし。やりやすいね、すごく。認識されたくないんだね、うん、おはようございます。爆走とよっさん寝配信で今頑張ってる。ただいびきかいて寝てるだけ。寝配信ってどこに需要があるんだろう。ピュアミン、ふわちの人はピュアだよね、だいぶね。すごいピュアな人が多いと思う。キツネ枠の和道は面白い。キツネの匿名のコメント欄が面白いだけなんじゃないの、わかんないけど。煽りに悪意がなくて波長合わせてる。いや別になんか煽られてると思ってなくて、俺は慣れてるから、うん、なんか肩の力抜いてコメント書いてるんでしょ。だからさ、あの同級生とかと会うとそうじゃん。バカとか言うじゃん。お前くだらねえなお前よとか、そういうノリでしょ。要はなんか本音で話せる感じがするんでしょ。こう同級生に会ってるようなさ、そういうことでしょ、うん、気楽ってことでしょ。要は肩の力張らないでって、うん、いや別に別人格っていうか合わせてるだけだよ。アメーバだよ、アメーバ、いや俺はね、もうね、配信でだから、うん、昨日言ったんだけど、あの収入とか閲覧でコントロールしようなんて無理なんだよ、配信者ごときが。要はね、あの和道をどうするのかっていう、俺は自分のトークとか返しとかリアクションとかはコントロールできる、自分のことはコントロールできるんだけど、あのこれが不思議なんだよね。自分のマンスリーランキングとか閲覧数とかコメントの盛り上がりはコントロールできないってことに気づいた。それが俺の結論。今ねすごく配信者として深い、なんかね最近なかったんだよ、はっっていう気づいたことっていうの。だいぶ悩んでたけど、あーもうねこれ運だなっていうか、変な意味リスナーさんが俺をどうするのか決めるんだっていうことに気づいた。だからもうあんまりね、もう収入もね、閲覧もね、コメントもね、もう考えてもしょうがねえやと思って、もうアイテムをいただいたらありがたく受け取って、ありがたくいただく、ただもうねだってもくれな、もらえるもんでもないし、そうね、要はなんだろう、ランキングも上に行けるわけじゃないんだよ、リスワンも取れるわけじゃないんだよ。受け身っていうわけじゃないんだけど、自分でコントロールできることはと自分でコントロールできないことが気づいた。そういうことね。そういうこと。そうそうそう、コントロールするべきところっていうか、自分が集中するところはそこじゃないっていう感覚かな。わかる？なんとなく。狐だから言った。ありがとう。フォローして。ありがとう。
まあ、だからそのリスナーさんの気持ちを誘導したりとか、そういうことはできないなっていう感じ。いや結構深いよっていうのは、その花火爆投げがあったじゃん1日に。先月どれだけ花火が欲しかったかって、本当にやめようかと思ったの配信。十数万円しか稼げなくて、家賃2ヶ月滞納して、ガス止まる、電気止まる、ネットが止まる、で一個一個払っていくじゃん。あ、ではやばいってなって、来月も積んだと思ったら、誰かがこう花火を爆投げしてくれるわけでしょ。わかんねえわって思ったの。要は救われたわけじゃん俺は。でその日にあの家賃2ヶ月払ってガスも復旧したのよ。わかんねえわって、わかんねえわと思って。もう要は捨てる神ありや拾う神ありとか言うけど、なんだろう、気づくのが遅いんだよな俺はいつも。でも結構ねこれは深い今日なんつうんだろう、配信者としてなんかすごい深いことだと思うの。そう、ここに気づけたのは結構でかいなと思って、今まで気づけなかったけど。いやフォローはしてよ。フォローしてくれなかったら、例えばね、まあリスナーさんに名前出すとね、葉月ちゃんっていう女の子すごくよくしてくれてたりとか、まあいろいろいるんだけど、まあミュールにしてもハッチにしてもね、レクチにしても何にしろ、やっぱりね外されると傷つくっていうのはね、多分配信者になってみないと分かんないよ。配信者になってみないとこの感覚っていうのは分かんない、どれだけ傷つくのか。毎回責めるわけよ、その自分はどうすればよかったんだろうなって。そう、自分はどうしたらそのよかったんだろうって、何が正解とかないじゃん。いや単純に興味なくなったから外したっていうだけとしか割り切れないんだよ。いや別にだってドルさん監視しようがいいじゃん。ドルさんだってツイキャスで俺が閲覧30の時リスナーやってたんだぞワードって言ってくれたよ。お前ツイキャスで30人しか見ていない時の俺実は一人だぞって。うん、嬉しいじゃん。だからさ、まあまあ例えばサボちゃんとかもそうだよね。サボちゃんとかもフォローしてないだろうし、まあいろんな人が去っていくわけだよ。そう、そうそう、レクチとか、まあ別にいいんだけど、まあ好きにやってりゃ、うん、幸せだったらそれでいいんだけど、そうね、簡単にね、ド M だからフォロー外したよっていうのはどれだけ配信者が傷つくか。うん、ああまあ元気でやってんならいいじゃん。俺はそう、どっかの枠でチラッと見た時、ああなんだやってんだって、配信やめたわけじゃないんだなって思うとちょっと幸せになるのよ。他のところで見る時あるじゃん。パルパルのところで見たりさ、盛り上がってる枠ちょっと見に行ったらさ、ああ、あいつ生きてんだって。じゃあいいやってなるのよ。ああ俺が嫌いなだけねって、うん、でも別に任せるよ。フォローはしてほしいよ。フォローは力だからね。だからしてほしいけど強制はできないって話よ。要は俺のことを大手にするのか、フォロワー数を1万人にするのか5000人にするのか決めんのは俺じゃねえって、みんななんだよ。そう、決めるのは俺じゃねえ。だから俺はお願いはするよ。俺のことを応援してくれんならフォローしてよって。でも決めるのはみんなだから、俺のことを何者にするのか好きにすりゃいいよ。いつまでたっても例えばクモンリュウにカメラマンやれって言われるようなバカにされる配信者にするのかね、ね、中堅ポジションでそうしっかり発言力ある配信者にするのを決めるのはみんなだよ、うん、フォローありがとう、うん、お前じゃ無理っていうのはだから、それを決めるのはみんなだよ。俺が決めることじゃないから、みんなが決めて俺をどういう風にするのか。結局ラジコンなんだから俺は、うん、そう、みんなのラジコンでしょ、うん、だからフォロー、どんな人がついてるかで俺の格が決まるだけだから、うん、うん、それそうでしょ。だって俺捨て頃の選手だぜ。捨て頃の選手で格闘技の練習会あるからカメラマン来てくださいって言われたんだよ。カッコつけんなじゃないよ、カッコつけんなじゃないよ。捨て頃の俺選手なんだよ。で格闘技の企画があるから和道さん撮影係で来てくださいってコモンリュウに言われたの、うん、だからそういう扱いされるってことでしょ。俺は断ったよ、なめんなって思ったから、うん、それってその 俺だけじゃなくてね、俺応援してくれる人もバカにしてるわけじゃん。
例えば練習会に参加してさ、企画でさ、俺の声が入ってるのにさ、ワード出さないのっつったらさ、俺のリスナーさん応援し、セゴロ応援してくれてる人みんなバカにされるわけじゃん。うん、あ、フォローありがとうね。うん、いや、めちゃめちゃ、ええー、と思ったよ。マジかよと思って。うん、あ、フォロワー1500じゃないよ。俺はフォロワー3800あるよ。だってさ、3800人から登録されてても、例えばその見ていない人もいるでしょ今。 あとその起きてる人とか時間帯があるじゃん。あと面白い人に取られるじゃん。だからまあ2、300っていうのが普通だと思うよ。うん、ラジコンの方が楽しいの？腰低すぎる。俺はだってそういう風に教育されてるもん。なんだろう、俺なんだろう、俺あんまり上下関係好きではないの。俺は上下関係好きではないです、正直言うと。年齢が高いだけで偉そうにしてる人嫌いです、嫌いです。なんだろう、収入が多いからって偉そうにしてる人間嫌いです。でもそこは勘違いしないでほしくないのは、礼儀のないやつはもっと嫌いなの。俺は人として礼儀がないやつはもっと嫌いなの、うん、だから俺は後輩から何言われても、そのなんか俺のことをテルとかワドとか言うじゃん。でも別にさんつけろとか言わないでしょ、うん、それはテルなりのその思いがあってフランクに言ってくれてるから、テルがワドワドって言ってくれるの。そう、呼び捨てでしょ。まあ、光くんは和道さんとか言うけど、でも俺はそのなんつうんだろう、やりたいのね、その慕いたいのね、先輩を、うん、敬意を持っていろんな人を接していきたいのね、うん、敬意を持って。だから俺はそのなんだろう、マウンティングはしたくないと思ってる、うん、おはよう。だから公文流からの依頼、公文流からの依頼ね。弁償さんはそんなこと絶対やらないから。それこそ便所さん、配信外で俺に敬語です。びっくりするでしょ。便所太郎さんは配信外でメールを打ってくるとき必ず俺に敬語です。かっこよくない？必ずだよ。配信が回ってるときとか電話のときはわどうなとか可愛がってくれるけど、連絡取るときは必ず敬語。すごくない？10個ぐらい違うでしょ、弁所太郎さんと俺。俺そういうのは学んでるの、うん、とっぽくて入れ墨入ってて自由にやってるかもしれないけど礼儀はあるよ。その10個も年齢下のやつに敬語使えるってかっこいいと思うよ、うんうん、で多分リスナーさんだったらね、分かると思うけど、うん、知らない。 TCP のことは TCP に聞いて、俺 TCP じゃないから。かっこいいよね、うん、それ俺はそういうのがかっこいいと思うの。なんかその喧嘩が強えとかクソダセえと思ってて、なんか喧嘩が強くて威張ってるとかダサいじゃん、うん、そうじゃなくて、なんか男のかっこよさってそういうことだと思うんだよね、うん、あ、サラリーマンだったんだもともと。あ、知らなかった。でもなんかそういうのはなんか人間性出るなと、育ちが出るなと思って。いや、さんとかじゃないの。例えば便所さんって、ステッカーの件でどうしたらいいんですけどって言ったら、それはこうしてくださいみたいな言い方、そういうのはやらないよ。和道さんとかじゃないよ、うんうん、あ、女性にはちゃんと陰で奢ってるんだ、かっこいいね、うん、一線引きたい人には年齢関係なく敬語使う。あのさ、そういうさ、お前らさ、なんでそうやってさ、俺の心を折りに来るの？なんでそんなにネガティブなの？なに、弁所さんは俺と一線引きたい人だから年齢関係なく敬語使ってるってか。このかっこいい話を。このかっこいい話を。違うよ、和道って。弁所さんは和道と付き合いをしたくないから敬語使ってるんだよって。何それ、その捉え方。ひねくれすぎでしょ。その解釈、俺のさ、その、無理やり引っ張り出してきた美談をさ、すげえな、本当に。マジかよ。
へこむわ、逆にへこむ、へこむわ、そのそのなんかネット脳にネット脳、何でもネガティブ、うん、お前がめんどくさいやつだから、すみません、はい、可愛がられるように可愛がられるキャラになるよ、分かったよ、うん、一理あるじゃねえよ、なんでなんでなんでそんなに嫌われんの、そなんでそんなに俺のこと嫌いなのなんで俺、なんでそんなに俺のこと聞くだろう、そんなの、なんで俺、なんでそんな嫌いなの、初見さんいらっしゃい、その気持ちは私もわかります、基本初対面の後輩には敬語です、なぜなら一時先輩ずらしてもダサいからかっこいいです、あー初見さんありがとう、コメント誤解されやすそう、いやいいよもう、誤解なのか何なのかわかんないけど、嫌いなんだろ俺のことよくわかったよ、気持ちはよくわかったよ、うん、俺のことを一切肯定する気がないんだな、ネガティブな意見も聞こう、偏見って言うんだよそういうの、うん、よく覚えとけ、可愛くない、うん、いやドルさんと仲良くしてるよ別に、うん、お前嫌いなやつにこそ徹底して敬語使う、あーじゃあど便所さん俺のこと嫌いなの、すげえへこむ、だからそういうの寝れなくなるからやめてよ、夢に出てくるわ便所太郎さんが、やめてよ、なんか捨て頃とか気まずい空気になるから、俺本当にそういうの気使うから、え 俺だからセブンさんもさ、すげえいい人だすげえいい人だって言ってて、俺テルのさ、あの新居の祝いに行った時、おめえとは話さねえからとか言われて、俺大嫌いになったもんセブンさん、うわすげえ嫌なやつじゃんと思って、うわなんか見る目なくて恥ずかしいとか思って、俺何にもセブンさんに言ったことなくて、セブンさんすごくいい人だよって紳士的で、こういう人だったよって言ってたのに、なんか会ったらいきなりおめえとは話するつもりないからって言われて、ずっと死活されたの、すげえ嫌なやつだったわ俺セブンってやつ、大嫌いあいつ、二度と絡まない、もう自分が恥ずかしかったもん見る目なくて、嫌なやつだね、うん、最低だよあいつ、ハンドルネーム使っている時点で固有名詞として使っています、うん、いやもうすげえ嫌な気持ちになった、なんでと思って、俺何もしたわけじゃないのに、いやわかんないけど、俺本人から直接言われたもん、俺池上と池上と和道と話す気ねえからって死活されたもん、すげえ嫌なやつだった、うん、いやすげえ嫌なやつだったよ、うん、超嫌なやつだった、俺会うの2回目だかんね、うん、もう二度と絡まない俺、うん、感じ悪いよ、いやわかんない、俺だってセブンさんのこと何にも悪口言ったことない、すごくいい人だと思ってたから、うん、いや気にするでしょ、めちゃめちゃショックだったもん、喋る気にならなかったもん、何なんだろう、うん、びっくりしたよな、びっくらこいたよ本当に、いやわかんない、なんでそんなこと言われたのかわかんないんだよね、うん、俺でも別にセブンさんの悪口なんか一回も言ったことないよ、うん、いやー何だったんだろう、ケンさんとは俺面識ないから、面識ない人のことは言えないよ、面識があることしか言わないよ俺は、なんか憶測とかであんまり話さない、セブンスターには買えないね、アメスピはね、あの吸うのはね、リスナーさんとの約束なんだよ、古いリスナーさんとの、そう、もともとあの丸ボロ吸ってたんだけど、リスナーさんとタバコについては徹底的に話し合って、ニコ生の時にリスナーさんとの約束なの、このタバコ吸うのは、うん、いやかっこよくないですよ、あの俺そういうの大嫌い、俺だって便所さんとドレさんと喧嘩しようが、達彦とドレさんが喧嘩しようが、別に俺そんなのどっちかに偏るなんてしないもん、うん、全員俺は便所さんと、俺はドレさんと、俺は達彦と付き合ってるから、そのなんつうの関係ないじゃん、
誰誰派とかさ、つるむのダサくない、うん、ガキじゃねえんだから、うん、いやわかんない、理由はわかんないよ、理由はわかんないけど俺はされたことは事実だから、うん、されたことは事実だから。便所 VS どれも解説してください。いや嫌いなんでしょ、わかんない、馬が合わないんだと思うよ、どれさんと便所さんは。なんか間に入ってうまくなんか仲直りしないかなとか思ったけど、先輩じゃん2人とも、なんとかならないかなって気持ちあったよ。だから裏で何回も便所さんにもどれさんにも配信外で話してるよ。だけど無理だわ、うん、力不足俺じゃ。だからもう俺は便所さんともね関わるし、俺はどれさんとも関わるって。でどれさんも便所さんもそれに対してなんだかんだ言わないよ。便所とつるむなとか、便所さんもどれとつるむなとか、そういうことは言わないから、うん、別に両方とも好きだからいいじゃん、うん、俺がその人たちが好きでよくない？俺辰彦好き、どれ好き、どれさん好き、便所さん好きでいいじゃん、うん、間を持って持つ立場に立てよって言われたら、いや、うん、間に立つ必要なくない？子供じゃないんだから、嫌いなら嫌い同士でよくない？なんで仲良くしないといけないのって思うから。嫌いなんでしょ、嫌いでいいじゃんって思う。俺がもし間に入ってって言われたら嫌いでいいじゃんで、好きになったら俺は嬉しいって言うよ、それだけ。もし便所さんとどれさんと間に入ってって、もしだ奇跡が起こって言われたら言うよ、僕別に嫌いなら嫌いでいいと思いますけど、僕個人としては2人が仲良くなったら最高っすねって、終わりだよそれで、うん、俺サメさんめちゃめちゃ尊敬してるよ、うん、仲良くとかじゃなくて尊敬してるよ、慕ってるよ、うん、だって配信外とかでもかかってくるよ。1月の末にさ、閲覧もマンスリーも全部落ちたじゃん。そしたら笑いながら電話かかってきて、なんだお前っつって、調子悪いなっつって、はいっつって、腐んなよっつって、うん、それだけっつって、鮫島さんが電話かかってきて、5分ぐらい電話かかって、腐んなよって、うん、やめようと思ってんだろうっつって、ここでやめたらクソだせえからっつって、うん、腐んなよって、なんとかなるから、じゃあなーって、プチで配信見に行ったら、ゲーム画面に和道っていうキャラクターつけてくれてたよ。かっこよくない、うん、尊敬とかやめてくれ。なんで俺が尊敬しちゃダメなの、うん、かっこいいじゃんね、うん、うん、俺がリーダーシップと思う。俺リーダー大嫌いだもん。人の上に立ちたいなんて思ったこと一回もないもん。リーダーって本来の言葉の意味合いってリードする人なの。なんか今日本人ってリーダーのこと上に立つ人ってイメージでしょ。俺は絶対間違ってると思ってて、リーダーっていうのは矢とか石とかが飛んでくる中で最前線に立つ人でしょ。リードする人でしょ。背中を見せる人じゃないの、リーダーっていうのは。ついていこうと思わせるのがリーダーだと思ってるけど、なんか日本のリーダーってなんか上に立ってる、俺が偉い、俺の言うこと聞け、クソ出せえよ、うん、俺は一匹狼、うん、俺は一匹狼、うん、どれとか、俺実際どれさんと喧嘩してるよ、一回大喧嘩してるよ。納得いかない時は納得いかないって言うけど、別にだって喧嘩してないもん今、うん、うん、別にその何つうの、なあなあにつるむとかじゃなくて、何だろう、普通に付き合いするのって別に悪いことだと思わないんだけど、うん、普通に付き合うのは悪い。もちろんリスナーさんはあれだよ、選ぶ権利あるよ。和道のこと好きでどれさんのこと嫌いって言ってさ、仲良くしてほしくないっていうのはあるかもしれないけど、それはわかる、それはわかる。だけど別に俺基本的にピンでやっていくってやってってるし、うん、慣れ合うつもりもないけど、別に気が合うときは気が合うでいいんじゃないの。格闘技すげえ熱心に教えてくれてるじゃん、うん、
実際だからドルさんがその時間と労力と経験を割いて俺にボクシングを教えてくれたのは事実だと思うけどね。で、そのボクシングに関しては認めるべきだと思うよ。うん、ただ、その人間として女にだらしないとかさ、香典泥棒とかさ、なんかそういうのはいっぱいあるだろうけど、なんかその障害者差別とかいろいろあると思うの。そこは人間いいところも悪いところもあるんだから、その、なんつうの、いろいろあるだろう。いろいろあると思う。そう。それは、その、神様じゃないから。うん。だから、いいところ見るのが、かっこいい人間なんじゃないの？人間のいいところ見て、悪いところはなんかほっとけばいいんじゃないの？だらしねえな、っつって。そういうもんじゃないの？あ、風船ありがとう。メガホンありがとう。うん。川崎、嘘？洋平くん？本当に？今、八王子にいんの？会おうよ。洋平くん？本当に。会おう、会おう。連絡ちょうだい。俺のふわっちのプロフィールに LINE 書いてあるから、URL 書いてあるから、それをポチってスマホで押すと LINE 飛ばせるから、LINE ちょうだい。LINE ちょうだい。本物だったら。あ、香典泥棒じゃないか。なんだっけ？香典詐欺だっけ？わかんないけど。ごめんね、香典を泥棒してはいないか。わかんないけど。まあまあ、完璧な人間なんていないでしょ。神様じゃないんだから。なんか一つリーダー。いやいや、俺は誰かをリードするつもりないっつってんの。もう誰かを導くとかそんな感じじゃなくて、俺は寄り添って生きていくのが好きなの。俺八王子じゃないよ。俺ちなみに新宿だよ。俺は新宿。全部ヨウツベ？え？配信者のことも全部ヨウツベ調べるって、何のこと？何のこと？いきなり。いきなり言われても分かんないよ。いや、知らない。俺の彼女ディスってんの。洋平くん全然絡んでないかんね。いや、洋平くん捨て頃指名したんだけどね、洋平くん乗っかってこなかったかんね。いや、ドレさんは実際何時間でも話し続けられるよ。ああ、どうだろうな。死にたくねえな。一回死のうと思ったことあるけど、俺は死ぬ勇気なかったな。ヘタレだから。でもね、その、死にてえって思って死のうって思った時に気づいたことがあって、死にたい人間なんていないよ。生きるのが辛いだけで、死にたい人間なんていないよ。多分なんだけど、野生の動物で自殺なんてないんじゃないかな。どうなんだろう。桃太郎さん新宿だと思うよ。桃太郎さん新宿だと思う。俺は何だろう、あんまりその上に立つとか上な人間なんて本当はいないと思ってて、その能力の差で言ったらさ、例えば俺は作業所っていうところで働いたことがあった時にすごく衝撃を受けたの。やっぱり障害を持ってるから倒れちゃったりとか寝ちゃったりとか、もう子供みたいな人たち、まあ俺もね、アスペだから。なんかすぐ喧嘩したりとかいろいろあるんだけど、要は普通に見ると能力が欠陥してるように見える人なので、素晴らしい絵を描いたり、作業の集中力が半端じゃなかったり、プログラミングが素晴らしかったり、そのすごく能力があるっていうことに気がついて、自分よりすごい人なんか腐るほどいるんだよ。パッと見た時には分かんないんだけど、実はね、その例えばのんちゃんと俺で言ったのりこの、ね、そのデッサンとか絵っていうのは俺は描けないし、ね、シルバーのことで言ったら X さんには勝てないしさ、そういうなんかそのいいところを認め合うって大事だと思うけどね。だから助け合うために生きてんじゃないの。イルカは自殺するんだ。え、それ水槽で飼ってるイルカとかでしょ。家畜の話じゃない、野生だよ。さっき言ったけど、野生のイルカって自殺すんの。水槽で飼ってるから減らってんじゃないの。まあ、家畜は自殺あると思うよ。ネズミとか集団自殺あんの？何？俺のせいでどれ配信切った？そんな玉じゃないでしょ。のんちゃんの右アッパーいいもん持ってる。わかる。いいところを認め合いたくない人もいるじゃん。それもったいなくない？助けてもらうつもりがないってことじゃないの。知らない、ドレさんの親のことなんか。
自分の親のことも分かってないのに人の親のことなんか分かるわけないじゃん。分かんないよ。あ、ググってみるわ。野生のイルカ自殺でググってみる。どうやって死ぬんだろう。餓死すんのかな。今日水増してないよ。証明してあげる。みんな手挙げてください。みんな手挙げて。俺はこれできるから。誰かとは違うんだよ。誰の深夜食堂とは違うんだよ。はい、みんな手挙げて。はい、手挙げてください。俺は水増してないの証明できるから。はい、127号さんいらっしゃい、77号さんいらっしゃい、62号さんいらっしゃい、45号さんいらっしゃい、123号さん、49号さん、80、あーいいね、証明できるでしょ。ごめん、追えねえわ、多すぎて、うん、な。俺はあの不正大嫌いだから、俺は堂々とできるよ。これがニコ生育ちなんだよ、なめんなよ、うん、ぬるいところでやってねえよ。ニコ生で最前線でやってきてんだから、うんうん、ね、いっぱいいるでしょ。これができないってことは水増しだよ、うん、ペニーの名前で閲覧増えてる。もう立派な売名配信者だね。ああ、そうですね。ペニーさんありがとうございます。感謝します。ペニーさん売名させてくれてありがとうございます。風船2個ありがとう。アイテムありがとう。いや別にサソリンは悪とかじゃなくて、ツールは開発は昔からあるよ。ニコ生時代からツイキャスもやってるだろうし、フワッチもやってる人はやってんじゃないの。でもなんだろう、うん、誰が悪とかじゃなくて、なんつーの、うん、いいんじゃない。不正が好きな人は不正やれやさ。初見さん勉強になった。そう、手挙げらんないから。要はリアルタイムで人間が介入してないってことは、コンピューター200人手挙げさせるなんて無理なんだよ。そう、急に言われたらプログラムコード書いてないとプログラマー動けないから。だからこういう突発的なアドリブに答えてくれんの、これ人が生きてる、生きてる人がいるってことだから、水増しやってねえっていう証明なんだよ、うん、付箋ありがとう。こんな仮想で水増しなんて恥ずかしいよな、うん、犬も猫も自殺はしない。彼ら自分の死期が分かって消える。あーね、猫とかいなくなるって言うもんね。不思議だよね、うん、なんか139号さんあれだな、なんかアマモちゃんっぽいコメントの書き方だな。合ってるかな。ドレさんタヌキが面白い。恫喝という暴力をキレゲーだと言い切る配信者ばかりだから、キツネだと勇気を出せる。ワドさん話しやすいからキツネだと集まる。あ、わかんねえな。自分でもなんでキツネが向いてんのかわかんないんだよね。なんでなんだろうね。まあ多分、まあうまくいってるってことは続けるべきだと思ってるけど、うん、どれスマホで配信できないやつが大手気取り。どう、知らない、知らない、人のことはわかんない、うん。200号以外、え、200号のコメントいない？今来たコメント手挙げてよ。今来た人いる？200号がいないから水増しだって言われてんだけど、さ、今来たっていう人いない？今来た人は多分号数が古いはずなんだけど、うん、確かにいないな。141号が一番古いね、うん、今来た142号、143号、あれあれ。今来た人が140号、あれあれ140番台なんだけど、あれあれ。水増されてる、水増されてるぞ、あれ水増されてるな。これだって150号とかでしょ。あれ100個乗せられてる。違うよ、100個乗せられてるんじゃないの。あ、これ水増されてるの、これ水増されてる、これ。誰水増しさんの。手上げ詐欺。いやでもこんだけ人がいいんだからいいじゃん。おっとっつって。違うのかな、うん、潜ってるのが100人ぐらいいるのか。違うよ、今来たっていう人が140って言ってか、よくわかんない、潜りが多いだけか。わかんない、うん、どうなんだろうね。何、水増しはいいことなの悪いことなの、みんなの中では。俺は水増しは別になくすことは不可能だと思ってるんだけど、クソダセーっていうのが俺の考え方。いいとか悪いとかじゃなくてダサいっていう。みんなはどう考えるの、水増しについては。157号さんいらっしゃい、うん、
どうでもいいよね、別にね。昔からあるもんね。古い人だったら知ってるもんね。何を今更って感じだもんね。200号以上いないね。うん、まあリスそうなんだよね。ふわっちの場合金が絡んでるからな。うん、リスワン取ったらね、それはあるよな、ちょっとな。あと新規を呼び込みやすいっていう部分があるから、なんかね、潜ってるだけか。うん、あ、わかったわかったわかった。要はね、あれだ、あのね、ログインしてない人がいるんだ。パソコンとかログアウトしてる人で見てる人はコメント書けないから、それだ。要はログインしてる人が150人いるんだ。で、100人はログアウトしてるんだ。そうだそうだ、わかったわかった。うん、159でしょ。だから100人近くが要はアカウント入れてないんだよ。わかったわかった、意味が。うん、いやだから、あの、最後にアカウントを持ってログインしてる人だよ。いやでも別にこれ不正水増してる数字じゃないと思うよ、コメントの走り方からし。コメントしないと号数にカウントされないんだ。なるほど、じゃあロム線ってことか、100人が。まあでも150人がコメント打ってるんだったらいいんじゃないの。ログイン率高い方だよね。なるほどね、そういう仕組みなんだ。おはようございます、161号さん、おはよう。話面白いでしょ、ドルさんは。だって54年生きてるんだぜ。俺の親父ぐらいの世代のもう経験値が違うもん。持ってる引き出しの数が多いんだから、雑談それはうまいだろう。経験で語るタイプなんだから。俺も経験で語るタイプじゃん。うん、今まで生きてきた時間が長い分ドルさん有利だもん。うん、うなちゃんマンも有利でしょ。まあうなはめちゃめちゃトークスキルあるから。話はだから雑談は年いってればいってるほど面白くなるっていうのが俺の考え方だな。どうなんだろうね、雑談がメインなのかな。雑談配信者は特殊な仕事だと思うけどね。ラジオに似てるようで似てないし、うん、どれより100倍面白い。不思議だよね、どれより100倍面白いっていう人とさ、どれに勝てないっていう人が共存する世界だからな。うん、チャンマン面白いよ、一回見た方がいいよ。カメラの位置正面からの方がいいって言われた。うなちゃんマンの画面の絵面は飽きた。絵面の問題だったの。おはようございます、楽しんでて。応援してくれる人はフォローよろしくお願いします。 Twitter、YouTube、ふわっちをフォローしてください。あとアイテムもぜひお願いします。どれの話リアリティがないからつまんない。リアリティってどっから来るんだろうね。ドルさんは大したもんだの話を聞かせたいだけで、リスナーとのキャッチボールなんてうざいって感じ。ドルさんはね、一方通行で喋るタイプだよ。俺はコミュニケーション取りながら喋るタイプだけど、ドルさんは完全にあのラジオパーソナリティみたいな喋り方が得意なんだよ。うん、あ、アイテムありがとう。久々にアイテムありがとう。風船サンキュー。気が向いたの。サンキュー。おー、風船すごい。1000個超えた。ありがとう。風船1000個超えました。おー、この人か。ありがとう、ありがとう。見てくれてたんだ。最近来なかったね。うん、ドルさん、思想出てる。いや、ラジオ配信じゃん。ペニーです。また薬に手を出しそうで不安です。なんでフラッシュバックしてんの？ペニーです。また薬に手を出しそうで不安です。あ、薬物依存はね、すごい問題だからな。薬出してる、薬使ってる自分が好きかどうかじゃん。
風船10個ありがとう、うん、まあ俺はでもベニーさんが薬使ったら俺はもう付き合いしないから、うん、悪いけど約束守れねえわけじゃん、うん、だから使わないから俺は付き合ってるから、うん、ありがとう花火ありがとうサンキューありがとうございます。いいねほらよっていうのがかっこいいね、うん、俺はでもなんだろう負けちゃダメだと思うよ、うん、負けたらダメだと思うよ、うん、ペニーさん薬やりたくなるでしょう麻薬だもん、うん、麻薬に勝ったらでもかっこいいよ、うん、バガーありがとう。ペニーさんはしゃぶしゃぶだったんだって元、うん、疲れたかな寝てないかんね、うん、今晩は裏日今晩は裏日ってなんだろう裏日ってなんだろう。ペニー寝てるじゃん分かんないだからさっきコメント書いてたから本人かどうか分かんない、うんうん、薬に頼ってもダメだっていうのが俺の考え方だから、うん、何の解決にもならないかんね、うん、薬は助けてくんないよごまかしてはくれるけど。あいい配信がない日は裏日って言うんだなるほどなるほど配信者が要は大手配信土曜の夜って絶対そうだよね。あと日曜日がね結構スカスカになって月曜日もスカスカになったりするの火曜日から息が良くなるんだよね。そう土曜のねこの時間帯は穴だよ日曜の朝方うそうそうそう確かに、まあ、だからこんな人集まってんでしょう。あ無理だよ医者行くべきだよ、うん、なんか施設に行くべきだよ辞めたかったら絶対に。うん、ずっとフラッシュバックでしょ。それがなんかそのうさんくさいさやつでさその薬やろうとすると恐怖体験するようなさなんかトラウマ作ってさやるような治療とかあんじゃないの過激なやつ。いやスポーツするのがいいって。俺ジム通ってるけどね不思議なんだけど運動してるやつって鬱のやついないんだよジムに通うと分かんの汗流してるとみんないい顔してんの本当にみんなニコニコ気持ちよく汗流してんの男も女も。ジム一緒に通います僕と一緒に汗流します、うん、暇だったら、うん、僕大歓迎だよ。リスナーさんでもなんか同じジム通いたいっつって一緒に捨て頃までトレーニングしたいっていう人いたら一緒に通ってもいいよ全然。ああ仕事してるとね週末しか見れないですよね。息抜き楽しんでくださいね、うん、もてなしますよ。汗流すのは結構そのうつとかなんだろうなその薬とかに頼ってのいいと思うけどなボクシングとかでも。クロックワークオレンジって何？クロックワークオレンジ、オランジ、時計仕掛けのオレンジかな？クロックワークオレンジって、時計仕掛けのオレンジかな？英大かな？俺英語わかんないかな？日光浴びて汗かいたら鬱かからない、よくはなる絶対。スポーツやってから俺も鬱減ったから、うん、初めてがっつり見たけどどれより全然いいです。フォローします。なんでみんなどれさんと比べんの？フォローすんの？フォローしてもらえるのめっちゃ嬉しいんだけど、なんで今日の話題はどれさんと俺どっちが面白いかみたいになってんの？俺は俺だしどれさんはどれさんだから比べんなよっていう。フォロー大歓迎です。 Twitter も YouTube もふわっちも全部フォローしてください。なんでどれ基準なんだよ打つ良くなるよ運動すると。特にあのね朝散歩30分するだけでもいいし、がっつりまあお金に余裕のある人はジム通う、うん、あとそのまあ障害者手帳を持ってる人とかだったら体育館無料で借りれたりするから汗流すといいと思うよ。おすすめです。打つになって引きこもったことある？俺だって5年間この部屋にずっと引きこもってるし俺めちゃめちゃ引きこもり体質だよ。一番ひどい時はね失語症になっちゃってね3ヶ月間部屋の中で体育座りしてたね。頭の中の思考で言葉も一切発しなくて喋り方忘れちゃったぐらいひどかった、うん、
ワドさんが話すどれの話は面白い？いや結構ね、まだまだ話してない話ストックがいっぱいあるんだけどね、話せる内容と話せない内容があるから。沈みかけた自分が今入れる作品、あー時計仕掛けのオレンジね、はい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 、キューブリックだよね、うん、あれはね結構ね、その若い時に見たんだけどね、なんだこれっていう感覚だったんだよね。何が言いたかった、多分その全体主義と個人主義に対するテーマを書いてるんだろうけど、あの時見たから意味が分からなかったんだよ、その全体主義って何なのかっていう、個人主義、徹底した個人主義と全体主義の対立なんだけど、最後のねその全体主義に取り込まれたのか何なのかっていう解釈がね難しかったんだよね。あれはあの雰囲気を楽しむもんなんだろうけど、うん、あもう一回見てみようかな、時計仕掛けのオレンジは。ワドとドレイリスなんて結構重なってんだろう、むしろ持ってかれたもんね、やっぱ雑談面白いから。逆逆、あのドレさんは気づいてないけど、あの俺もともと俺のところにいて、ドレさんとコラボしてドレさんのところにごっそり移動したのよ。だから俺ドレさんかぶせなくなった、戦ったら負けると思って力つけようと思って。要は雑談で知識とか経験とかを語るタイプだから、あの人ねやっぱうまいのよそこは。だから一回そのなんつうんだろう、様子を見ようと思って引っ込んだね。今戦ったら負けるなと思ったから長期で見てる、うん、だからその自分の分野を作るっていうのと結構いろいろいろんなもんに手出したけど、うん、まあ、だからドルさんがやってない時にそのドルさんのバーターになるんじゃないの体育座りで3ヶ月じゃない、3週間失語症になったのは壁と会話ができたよ、壁の模様と会話ができた。メガネかけないとこの距離になっちゃうんだよね。もう画面この距離だよ。近いの、すごい。知らない配信歴10年がマジかどうか。真実はドレさんしか持ってないよ。ドレさんのツイッター気持ち悪い。キューブリックの作品は何回か見ると新しい発見が当てはまる。ねえ、そういう作品だろうね、多分ね。ルサンチマンはお前が真似ただろう。かっこ本心。ドレさんいらっしゃい。ワドちゃん好きだよ。人から持ってくけど持ってかれることには発狂する。54歳金眼っていうか乱視と金眼で、もともとね 1.5 でめちゃめちゃ目がいい家系だったんだけど、母親も親父もねその20歳超えると急激に目が悪くなる家系で、メガネかけるとは思ってなかった。もう子供の頃から遠くの看板の小さい文字全部見えてたからびっくりされてたので、はっ2.0、1.5 とかだったんかな。で、その左右がだんだんぼやけるようになっていって、もうダメ。もうダメ。俺がおすすめなのはキューブリック作品じゃないよ、ちなみに言うと。俺がもう本当に面白いって言ってるのはマイケル・ムーア。俺の話が面白いっていう人はね、絶対マイケル・ムーア面白いと思うから、マイケル・ムーア見てほしい。で、俺が一番おすすめなのはキャピタリズム。資本主義って意味なんだけど、もう笑いも取れるし考えさせられるし、もう皮肉が効いてていいよ。マイケル・ムーア一番有名なのは歌手911っていうブッシュ批判の映画とか、遺伝なんだよね。マイケル・ムーアを見てほしいかな。なんか俺が一番尊敬してる監督だから。のんちゃん元気だよ。のんちゃん元気元気。スター・ウォーズね見たいんだよ。でまた8から見ようねってのんちゃんの約束してたのに、7の時も言ってたのにまたスルーしちゃったの。だからもう、しかもね YouTube でスター・ウォーズ全部見て、一回もスター・ウォーズ見たことないのに俺ストーリーが頭の中にあんの。スターウォーズの戦闘シーンとかさ、5分の動画ってあるじゃん。不思議なんだよ。あれハマってずーっとループで2時間ぐらいポケーっと見てたら、全部のストーリー頭に入ってんの。だから俺、その、ジェダイの騎士とか、その、ルークの誰々とか、アナキンがどうでとか、全部頭の中に映像が浮かぶんだよ。不思議だろ？ YouTube のさ、この細かい5分の動画をずーっと見てたのね、スターウォーズが理解できちゃったんだよね。
どうだった新しいの。あね、ジェダイの騎士って時代劇から来てんの知ってた？そう、びっくりするでしょ。マイケル・ムーンはまた太ったんだ。まあ早く死ぬだろうね、あの人は、うん、フォースと共にあれ、ね、ちゃんと見てみるわ、うん、俺しかもさ映画好きなのにさあれも見てなかったんだよ。あのね、バックトゥーザフューチャーがすごい衝撃で、あれすごいな。26の時にバックトゥーザフューチャー映画好きなのにバックトゥーザフューチャー見たことないんだよねって言ったら、はぁみたいな顔されて、もう考えられないみたいになって、でバックトゥーザフューチャーあるから3本これ今から見ろって言って寝てなかったの。24時間仕事してて、じゃあ1本だけ見るわっつって1見たら止まんないのな。あれはやばいな。なんつうの、もう名作とかじゃなくない？バックトゥーザフューチャー最高だよね。うん、そう、ライトセーバー要は盾だよあれ。うん、日本とリスペクト。ダースベイダーはあれでしょ、あの日本の鎧甲冑がメインでしょ。いや26の時にバックトゥーザフューチャー見てこんなことってあるんだと思って、すごかった。しかもデロリアンがさ、新宿でたまになんかさバックトゥーザフューチャー店みたいので、あ、歩行者天国のところにドーンってバックトゥーザフューチャーのデロリアン置いてあるんだよね。あれはねすごいよね、面白いねバックトゥーザフューチャーね。うん、あれはもう本当に感動した。なんかその王道中の王道じゃん、もはや王道中の王道でこんなにその楽しませることができるんだっていう、これぞ映画だっていうさ、そう、これぞ映画だっていうエッセンスがすごいあって、子供も大人も誰もが楽しめるっていう、そう、あれはねなんかすごかったね。バックトゥーザフューチャーを見た時の衝撃は、26で初めて見たっていう経験がすごい良かった。俺はね、あのサスペンス系が結構好きなんだけど、なんかおすすめするのバタフライエフェクトとか、あとね男の人に見てもらいたい映画はあのザ・ダイバー。ザ・ダイバー知ってる？みんなザ・ダイバー見たことある？あ、もうザ・ダイバー大好きなの。実話なんだよザ・ダイバー。ザ・ダイバーとかバタフライエフェクトとかトレーニングデイとか、そういう系が好きだね。ザ・ダイバーいいよね、知ってる？ザ・ダイバー、あの黒人初のね、あの潜水士の話なんだけど感動だよ。バタフライエフェクト面白いよね。バタフライエフェクト面白い。ダイバー面白いよね。あとね、あの告発っていうアルカトラズ刑務所のね、告発っていうケビン・コスナーだったかな、確かケビン・コスナーだと思うけど、俺ケビン・コスナーの演技で一番尖ってたのは告発だと思ってる。ロバート・デ・ニーロ主演じゃないじゃんあの映画って。でもね、あの判決の関係なのかな、あれロバート・デ・ニーロが主演になってんだよね。あれ黒人の人が助演なんだよ、考えられなくない？そう、マスターダイバーですよ、マスターダイバー。ザ・ダイバーはね、あのね、俺海猿っていうドラマ見たことないんだけど、海猿が丸パクリらしいね、ザ・ダイバーを。グランブルーっていうか、ザ・ダイバーはね、もう男が見る映画、もう男臭い映画。うん、あの人多いんだ。三船敏郎にやってもらいたかったよね、ダース・ベイダーね。まさかね、三船敏郎もね、スター・ウォーズがあんなことになるとは思ってなかったんでしょう。だから、ね、告発いいよね。たった俺は500円しか盗んでねえんだよって名シーンがあんの。要はね、アルカトラズ刑務所って言って、そのカリフォルニアにあるもう島なの、島がもう陸から見えるのよ。カリフォルニアのさ、ゴールデンゲートブリッジとかあるじゃん。でアザラシがいるのよ。でそこの奥にあのアルカトラズ刑務所っていうのがあって、サメを泳がせて発生になってて、要は抜け出せないっていう刑務所なんだけど、その刑務所っていうのはもう隔離されてる、その刑務所でもう要はね、あのもうやばい刑務所なのよ。要はすごい重たい犯罪者が行くところで、で新任の弁護士が要は当てがわれた仕事、新任の弁護士が要は刑務所内にいるやつの弁護をしろと、中で殺人を犯したって言われて、要はもう絶対にもう裁判負けるんだけど、経験を詰めっていうことで行くんだけど、その弁護士が何をやるかっていうと実態に気づくの。要はもう狂っちゃってるの、中にいる足の腱も切られてて、
で同い年ぐらいの刑務所にいる受刑者なんだけど、そいつを弁護するんだけど、その時2人で語り合うの。そのケビン・コスナーがさ、もう受刑者なんだけど、なあお前さって物を盗んだことあるかって言った時に、うーんって弁護士が、お母さんから財布から何ドルって言ったら、5ドル盗んだことあるかなって、1回あるよって答えたら、俺は父さんと母さんが死んで妹と2人で歩いてたっつって、でコンビニみたいなところに盗みを働きに行くの。たった1000円ぐらいなのよ。でもその時のカリフォルニアの法律っていうのが、郵便局かなが国とそのコンビニエンスストアみたいなのが提携していて、結構重罪になっちゃうんだって。で俺は食うためにたった500円盗んだだけだぞ、たった500円盗んだだけだぞ、たった500円盗んだだけだぞって、なんで俺は3年間も隔離されて、十何年間も結局その刑務所にいて、3年間独房に入れられて、太陽の光を見たのがたった3日しかなかったの。でも目も悪くなって、足の腱も切られて虐待されてたのよ。でなんで俺がそいつらに復讐して殺したら悪いんだっていうシーンがね、いいですよ。告発って映画なんで見てください。ケビン・ベーコンでした、ケビン・コスナーじゃなかったね。ケビン・ベーコンですね、はい、すげえ恥ずかしいじゃん、うん、ケビン・ベーコンでした。ケビン・コスナーではなかったですね。ケビンしかない、すごいいいよ、うん、にわかだった、うん、うん、であまあオチはね、オチ言ったらいいの、オチはオチとかないんだけど、あのね、言ってもいいの？じゃあ聞きたくない人今オフってください。オフって、音声オフって、1分ぐらいオフってて、これ実話なの、実話、この告発って映画実話なのね。でその新任弁護士どこまでやるかっていうと、刑務所閉鎖まで追い込むの。そう、刑務所閉鎖まで追い込みます。はい、見てください、告発。はい、 OK です、 OK です、音声戻してください。今もう大丈夫だよ。OK です。OK です。ケビン・ベーコン、アポロ13号の人かな？アポロ13号見てないな。インビジブルだっけ？の人。うん。インフェナル・アフェア。ショーシャンクの空にはね、俺の中ではジワタネホだっけ、ジワタネホだっけ、俺が苦手な映画、三大映画ってあるの、これをいい映画だよねっていうやつは、にわかだっていう三大映画が、まずレオン、もうレオンを語るやつ俺大っ嫌いなの。だからレオン言うほどいい映画じゃないっていうのが俺の考えなのね。でレオンを言うやつにわかで、もう一個が、ショーシャンクの空にがいい映画だっていうやつも俺の中でにわかなの。であとね、もう一個がフォレスト・ガンプをいい映画だって、この三つを語るやつ俺大っ嫌いの。ぶっちゃけた話、レオンも別に悪くない、ショーシャンクも悪くない、でフォレスト・ガンプ悪くないんだけど、映画好きっていうやつほどこの三つ語るんだよ、わかるでしょ。で本当に映画見てるのかなっていう、いやドレさんがその映画を語ってるかどうか知んないけど、大体映画好きなんだよっていうやつ、この3つのどれかを言うので、大体つまんねえ評論すんの、つまんねえ評論すんの、知らないよ、わかんない、この3つを語るやつは俺はにわかだと思ってる。例えばあのね、俺が好きな映画であるのはあれが面白い、なんだっけ、僕の血は毒だっていうの、なんだっけ、みんな、マイフレンドフォーエバー、マイフレンドフォーエバー、いや俺の方が絶対映画は深いから、絶対深い、話聞いててわかるでしょ。じゃあどれ評論と俺評論どっちが面白いよ、映画の話聞いてどっちがワクワクするよ。俺は映画と漫画とアニメと宗教を語らせたらドルさんより絶対上、絶対レオン、ショーシャンク、フォレストガンプを押すやつはにわかだよ。そう、にわかにわか、あのね、マイフレンドフォーエバー、マイフレンドフォーエバー、
これはいい映画ですよ。マイフレンドフォーエバー見てください。アメリが好きだったんだ。ああ、要はサブカルっぽい女だよね、ちょっとね。まあ、グリーンマイルはね、鉄板だよね。宗教語れ？あ、全然いいよ。ニビル・セージョン語るのはあれ、メンヘラだろ。グリーンマイルはまあね、ロッキー見てないんですよ、僕。世代がちょっと違うからね、映画でも。最近ね、映画を全然見れてないから。あ、でもね、最近見た映画、2001年宇宙の旅を初見しましたね。初見って。ギャオで初見って。2001年宇宙の旅がただで見れたから、うわぁ、名作だと思って、初見ってちゃんと。あれ、すごいね。セブン、俺は、それじゃあ行こうか。ブラッド・ピット作品に関して言いたいことあって、ブラッド・ピットは脚本を選ぶのめちゃめちゃうまい。要はあいつ、ブラッド・ピットは脚本読んで選んでる。脚本がめちゃめちゃいいのだけど、全部もうブラッド・ピットが出る映画全部に言えることなんだけど、お前じゃねえ、お前が出ることによってダメ。要はね、俺はそのブラッド・ピットは花がありすぎてると思ってんの。かっこよすぎるの。いや、木村拓哉でしょ。もっとね、もっとしょぼくれた、もっとやぼったくてのやつにやってほしいの。だからブラピ悪くない、演技も。ただ脚本選ぶのがうますぎるの、あいつ。もっとなんかオーシャンズイレブンとかやっとけみたいな。もっとお前はなんかザ・ハリウッドの方行けって感じなんだけど、なんかね、なんかブラッド・ピットはね、ちょっと本格派の方に行こうとすんの。わかる？わかる？これ。違うんだと。お前、木村拓哉だと。お前はもっと、なんか、ジョニー・デップみたいなことやってろ、みたいな。わかる？これ。だから、セブンもそうだし、ファイトクラブも実際そうだったと思ってんの。スリーパーズもそうだよ。だから、それ感じない？お前は、良すぎるし、かっこよすぎるっていう。セブンの最後のシーンとかさ、トランク開けたシーンとかもさ、なんかもっと違う役者だろうっていう。モーガン・フリーマンいい俳優だね。あとなんだっけ、モーガン・フリーマンじゃなくて黒人の、違う、俺ね、トレーニングデイで言いたいことがあるんだよ。トレーニングデイ見たことある人いる？トレーニングデイって映画、もうトレーニングデイ俺大好きなんだけど、唯一納得できないシーンがあるんだよ。トレーニングデイみんな見た？トレーニングデイ、あー、わかんねえか、ついてこれねえか、教育しないと。トレーニングデイってめちゃめちゃ面白い映画なんだけど、俳優好きなんだよ。なんつったっけあれ、デンゼル・ワシントン。デンゼル・ワシントンの安定感何？なんかね、デンゼル・ワシントンがしかめっ面でさ、そう、スクリーンに映るだけでさ、名作感出るじゃん。俺、デンゼル・ワシントン大好きなの。あいつが出るだけで、なんか渡辺努みたいな、あ、じゃあ山崎努さんみたいなさ、あ、もうこの人出たら名作だわ、みたいなさ。まあいいんだけど、俺唯一納得できなかったのが、トレーニングデイで、こういうシーンがあるの。いいか、つって。俺は、これを見ろって。これを見ろ。この狼を見ろって、ここに狼のタトゥーが入ってんの。車から降ろして。この狼を見ろと。この狼のように俺は生きてるんだって言うけど、お前さ、警官のさ、麻薬捜査官のさ、ベテランデカがさ、来る、足首にお前足首にさ、一匹狼はねえだろうと思って、くっそダサくない？あのシーンめちゃめちゃダサくない？なんかすげえ名シーンなんだけど、なんか背中脱いでこれを見ろとかだったらかっこいいのに、なんでお前足首にお前タトゥー入れてんだよみたいな。花火ありがとう。映画の話終わりにします。はい、映画の話やだ、終わりにします。はい、なんでこ映画の話つまんなかった？分かった、終わりにする。終わりにします。なんだろう。いや、だって、花火師さんが映画の話やめてって言うんだから。いや、だから、花火師さんがやめてって言うんだから。終わるな。いや、花火師さんの意向でやっていきますよ、花火師さんの。終わりですよ。まだまだでも映画は語りたいのいっぱいあるよ。漫画のもアニメも宗教も。アンチ花火なの。どんな話が聞きたいの？133号さん。
これが乞食ってやつよね。これがラジコンって。いや、やめまーす。はい、やめめーす。やめめーやす。500円で俺はそのストップすることができる。これが配信者だから。続きはウェブで。500円で魂を売る男だから。いや、やめるでしょ。いや、逆に花火で、いや、映画の話しろって花火投げてくれたら続けるよ。続けますよ。それ続けるよ。で、また花火が上がって、やめろって言ったらやめますよ。それ、そういうもんですよ。何の話する？何の話する？いや、ワンコインで変わるでしょ。だから、俺を殺すも生かすももうリスナー次第っていうのはこういうことだから。俺を殺すのも生かすのもリスナー次第だよ。俺はリスナー信じてっから。いや、花火師は、だから唯一ラジコンを手にしてるんだよ。俺をどうするのか。ウィーンつって。いやー、なんか盛り上がってきたからやめさせてみっか、つって。何 ?2 月9日は誰とスパ？スパなんか、俺何もオファーも来てないよ。佐野の話？俺、ちゃんま見てねえかんな、ブロックされてっから。あ、もしね、あれだったらね、なんか DVD 送ってきてもらいたいね。 DVD でも何でもいいから、なんかその漫画とかもたまに評論してくれって言うんだけど、もう俺の家に送ってきてほしい。あの、読むから。花火欲しがりすぎだろって。だって俺これで飯食ってんだからしょうがねえだろうがよ。スポンサー様のご意見にお前伺うだろうがよ。500円でお前盛り上げんのやめろじゃねえよ。500円に命かけだよ、こっちは。バカ野郎、フットサル出ないよ。もう断ってる断ってる。ゆいがさんやってないの最近配信。あ、フォローありがとう。ふわっちフォローありがとうね。いや、そういうのはやらない。自分のことだけだよ。コントロールできるのは自分のことだけだから、自分の配信はリスナーさんの指示に従いますよ。リスナーさんがこういう話してくれって言ったら。どれの裏話して、どれの裏話って何？まあ例えばなんだけど、結構プライベートで電話がかかってくるんですよ。プライベートで、でどんな話をするかっていうのを、まあ鮫島さんとか5分でさ、まあ頑張ろうぜとか今度は遊ぼうなとか、そういう話なんだけど、まあドレさんはどんな感じか教えてあげようか。ドレさんの通話内容を教えてあげる。いくよ。3時間喋りっぱなしね。これ LINE なんだけど、さすがにキャプチャーだよね。3時間ジャストドレさん独演会、すごいでしょこの人。3時間俺へえ、あ、そうなんだ、ふーん、あ、へえ、あ、うーんって3時間うなずいてただけで喋り続けたんだよ。化け物でしょこの人。モンスターだよ、モンスター。ドレさんすごい話長い、ずーっと喋ってるよ。ずーっと喋ってる。怖いでしょ。いや、あのねのんちゃんとかもう病気だって言ってたけど、あのね、ドレさんって実はコメント全く読んでないで喋れるじゃん。あのね、そういう人なの、タイプ的に。要はラジオに向いてるってそういうことで、あのね、自分語りをひたすら続ける人だから、だから俺さ、実はとつ回しとかうまいじゃん。会話系の人なのよ俺は。要はだから対象者、解放がいたり石野がいたりすると、そのコラボで面白いに引き出すタイプなんだけど、ドレさんってとつまち全く向いてないの分かる？ドレさんって自分語りを突者に対して聞かせるのよ。で、あれもうコラボの全く意味なくて、え、君何なの、何歳、いくつ、配信者の、あ、そうなんだ、ところでさって言ってさ、そっから15分くらいずっと自分の話すんの。もう一人でやれよみたいな。で最後に散々20分くらいさ、リスナーがうわー、もう早く終わんねえかなーみたいな待たされた挙句、終わったーと思ったら次も同じ展開なの。そう、突者殺しなんだよね、突者殺し。あれすごいよね。で本人ね、多分ね、新しいのを多分配信スタイル確立しようってやってるんだけど、全く向いてない。ドレさんは絶対に通常枠で普通に雑談やった方が向いてると思う。もうね、コラボがね、本当に配信下手かっていうぐらいびっくりした。コラボっていうのはそのコラボ枠のことね。普通のコラボは別に批判はしてないよ。
あれはちょっとひどいな、なんかな、瞑想してるな最近な。キツネ枠でコラボ枠とかもう苦手の2つあるんだもんね。だからキツネ枠もコメントバーって走るじゃん、コメントさばくタイプじゃないからできないんだよ、自分語りタイプだからトークしづらいの。どうなるんだろうな、うん、初見殺しでもあるんだ。人付き合い苦手だと思うよ、不器用なの、すごく不器用だよ。家のじっちゃんと同じ。あー、なんかでもね、俺ね、ドレさん嫌いな人はごめんね、ドレさん嫌いな人はごめん。あのさ、正月に親戚が集まった時にうぜえおじさんいなかった？いたでしょ。正月に親戚が集まるとうざいおじさんがいたでしょ、わかる？ずーっと酒飲んで語るタイプの、わかる？甥っ子とかに語るおじさん いなかった？みんな、俺にとってあれなの。あれなの、俺ああいう人好きなの、わかる？わかる？あれなんだよ俺の中でドレさんは。だからなんか昭和の最後の生き残り世代の匂いがして、それで好きなの俺は。要はドレさんが好きっていうのは、そう、人格としてじゃなくてキャラクターとして愛す、わかるでしょ、わかるでしょ。俺あのめんどくさいおじさん好きなの。そう、迷惑だけずっと話してもう寝なさいって、そのおばあちゃんとかに怒られるタイプの、もうって、そう、知らそう、それをシラフタイプなんだよ俺。だからあれって昭和最後の生き残りだと思っててバカにしてるんだよ。バカにしてるんだよ。だけど説教混じりでなんかお前も頑張らないとなとか、お前いくつになったんだって言って、いや俺が若い頃はってずーっと話するおじさん好きだったの。そう、だから あの感覚が蘇るのよ、なんかその小学生の頃っていうか、うん、リスナー置いてきぼりっていうか説教おじさんなんだよな、うん、そう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 、早死にするんだよな。なんかね、だからノスタルジックな雰囲気を味わえるの俺にとってはだよ。多分ね、だから同世代には嫌われるんだよ、同じ50代とか60代には嫌われるの、あの人。だけど俺30代の俺からするとなんかね、懐かしさを感じるのよちょっと。そうそう、でもなんか伝わった、なんとなく。それってもうでもね、どん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 家族付き合いもなくなっていってさ、居場所がなくなっていってんだよな、ああいうね、うん。俺はだからなんだろうな、俺はどういうポジションなんだろうな、わかんねえな自分のことは。客観的にみんなにとって俺は何なの、うん、みんなにとって俺は弟なの、何なの、あのお兄ちゃんなの、それとも嫌な、どんなポジションなの、みんなにとっては。俺はドレさんをそういう風に見てるね、なんかめんどくさいけど熱くて、あの年に一回会うと面白いおじさん、ゴミクズ。あ、ゴミクズだと思ってんの俺のこと、うん、火星人、おお、変な人、あ、変な人、変な人が多いね、うん。懐かしいだけで電話3時間付き合えるのがすごいわ。いやでもね、なんかね、そう、やっぱ年取ってくるとやっぱ特に配信者なんか孤独なんだよ実は。配信者って孤独なのね。で、そのドレさんも俺も本音を話せる相手っていうのはいるのっていうのはもう年を取っていくと稀有なんだよ、稀有な存在なの。で、そのドレさんが楽しそうになんかもう愚痴を言ったりとか、俺に愚痴をぶつけてきたりとか、なんかこう格闘技のことを楽しそうに話すると、あ、いい人生歩んでるなって思うんだよ。54歳で女のケツ本気で追っかけてんのよ、その本当に若い女が好きなので、54でこんなに性欲保って格闘技やりたいことやって、で毎日アンチにおちょくられて、まあまあ楽しそうな生き方してんなと思って、うん、引きこもりのすねかじり。そうそうそう、トークの上手いお兄ちゃんね。だからまあまあまあ、なんかこう好きなんだよ、うん、うん、
まあまあ俺もほら変人好きだからね。なんかねドレさんはね自分のことをね、あの俺お前はポケモン使いだからなとか言ってるけど、お前は俺のポケモンだぞ。ポケモンマスターになるとポケモンが自分でポケモンの自覚なくなってるんだよ。わかる？ドレさんは俺の影を追ってるの。ドレは俺の手のひらで泳がしてるポケモンだから、そう気づいてないんだよ。そうポケモン使いだと思って俺の真似をずっとやってきてんの。金梅さんの真似やって、うなちゃんマンの真似やって。違うよ、俺のポケモンだよそうポケモンの自覚ないんだよ。そうそれも含めて気づかせないのがポケモンマスターだから、ポケモンマスターだから、そう性の喜び筋肉バカ、うん、自覚ないよ、うん、そう閲覧30人しかなかった野生ポケモンをゲットしたんだよ転がすつもりが転がされてる、うん、釈迦の中の孫悟空状態だって。ドレさんがお亡くなりになったら遺産相続で絶対俺のところに流れてくるもんリスナードレさん育てれば育てるほど誰が有利になるかっていうと10年後勝つの俺だよ。ドレさんのリスナーがどこに降り立つかっつったら絶対俺のところに降りてくるもんでしょ、うん、そうな。10年間こうどん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 でかくなってほしいよね。俺も俺で力を蓄えて新しいポケモンゲットしておいて、そう親和性が高いからね。ドレさんとドレさんの遺産は俺が引き継ぐよ、うん、いやのんちゃんにさすがに、いやじゃあ目の前で言うんだよ、のりこお前あれだろっつったよ、お前和道が作った機械かなんかだろうって、アンドロイドなんかなんだっけなんかすげえ言ってんので、のんちゃんも黙ってうんとか言って、こう黙ってうんつって見てて、あさて人の彼女に運転させといてさ、お前なんかロボットはねえだろっつって言ったんだけど、そうなんか言い方変えるだけなんだよね、うん、そうそうそう俺はそういうタイプだから、作詞だから作詞。そうやっぱね、あの天下を取る織田信長はやっぱ早死にしちゃうじゃん。やっぱね家康で行かないといけないの、天下太平で行かないといけないから。ドレさんと喧嘩した時の理由、いやだからあれだよ、ツバニャンとキスした時だよ。それ動画になってるから見たら分かるよ、うん、いや10年間生き延びたら俺は強いよ。10年間中堅でいればいいの。だいたい俺なんか花がある配信者じゃねえんだからさ、金梅さんとか荒野とか光くんとかさ、クモン竜とかテルとか見てみろよ、花があるじゃん。そういいんだよ脇役で、脇役もなあいいんだよ、脇役がいねえと映画作れねえんだから、うん、主役は向いてねえよ。自分がそうなんだよ、俺ねドレさんはねそこに気づけない、あのねボケタイプってみんなそうなんだよ。ボケってねいじられるの嫌いなんだよ、なぜか。ボケほどプライド高いの、これね本当に難しいんだけど、あのねボケ属性の人ってみんなそうなのよ。で俺ツッコミ属性じゃん、だからドレさんと噛み合うんだけど、ドレさんね自分がツッコミだと思ってんだよね。天然なんだけどボケ属性なので、ドルさんはそっち側にシフトしたらめちゃめちゃ最強になるんだけど、どうだろうな、ファイターの気質なんだよね。そう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 、うん、あジジイ始めた、うん、じゃあジジイに引き継ぐわ。お疲れ、花火ありがとうね、ジジイ見ようぜ。お疲れ、俺寝るわ。ありがとう、楽しかったよみんな、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。